でしょうか。うん、始まります。来るかな。あ、来た。すげえすげえ。やった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 出た出た。これさ、すごい綺麗じゃないか。しかもねえ、これこれ画質綺麗じゃない？これ最初からもうこれで良かったんじゃない？あれ？あら？あれ？あれ？あのね、今日ごめん、いろんなものがね、今ここに欠落しててね。ごめん、みんな俺の声は聞こえてるか？聞こえてるか？あのね、ちょっとね、今週さ、出張に行って、その時に、何事だ？ごめんなさい。あのね、今回ね、機材をね、丸ごと、ちょっと東京に送って、使わなきゃいけなくて、で、送り返しますって言われて、俺てっきりね、昨日か今日に届くと思ったけど、まだ届いてないんだよね。で、さっき準備してて、あれ？そういえば、ユースト始めようと思ったら、機材ないじゃん、そことか思って、それまで気づかなかったんだけど、すごい。最近何がすごいってね、俺ソニーを見直した。めっちゃ綺麗。ソニーすごい。ここに来て。あのね、もう今日ライブ配信どうしようかと思ったんだけど、あ、これ配信、これね、さ、 YouTube の皆さん、こんばんは。あのね、 YouTube の方はいつも通りで一緒だったんだけど、ユーストの方で流すね、機材がなくてどうしようかと思ったんだけどね、なんと最近のね、ハンディカムにはですね、ソニーのハンディカムはね、もうユーストリームのね、配信専用機能がついてて、もう何もいらなくて、ハンディカム単体で、Wi-Fi につながってれば、配信できちゃうわけよ。ってことは、俺なんでいっぱいな今まで機材ここ使ってたんだよ。マルチのカメラでやるんだったら、まあいつも機材いるんだけど、カメラ単体でやるんだったらさ、これ画質めっちゃ綺麗じゃない？あれ？これでいいじゃないですか。あのね、ぶっちゃけこれでいいね。まあ、あまり綺麗だと、まあ、俺が困るんだけど。ちょっとね、汚いぐらいの方がちょうどいいんだけどさ。まあ、いいか。ということで、さあ、今日、もう今からね、始めないとね、もうね、10時半スタートになってしまったの。10時半過ぎだね。スタートになっちゃったんで、ちょっと早めに始めないといけないんだけど、今日はですね、どこまで明かしていいんだ。店員3号。店員3号、なんと V3 が現れたよ。それも分かりづらいな。クレからね、クレからやってきたんだよね。ね、クレからやってきた、若手のホープね、若いよね。今年24だっけ。若い。その若さは俺にくれ。あのね、じゃがりこ食べながらこっちを見てるよ。あと出る？出ない？出ない？出ない？背中も出ない？全く出ない。あのね、喋ることもしてくれない。みんな知ってる人だよ。喋ろうよ。
喋ろうよ。喋ろうよ。喋らない。待ってんだよ。喋らないんだって。まあ、あと、あとでちょいちょい。もうおっさんは、用済みなので。あのね、とりあえずね、シャラフォアが、そんなのどうでもいいか。いや、あの、テレビが、テレビやってて。うん。あのね、じゃあもう始めようか。ね。あのね、始めないと、あ、これちなみにこれお土産でいただきました。これ。神戸の酒。て、ダメだろ。店員三号くんのお母さんが。声がゆっくりになっとる。からいただきました。ありがとう。ありがとう。どういたしまして。これいいの？これも出しても。これも汗、これやつ、これ汗拭くやつよね。はい。これいただきます。最近ね、めちゃめちゃお酒をいただくことが増えて、どんどんお酒が増えてるんだけど。めっちゃお酒が増えてるぞ、俺。嬉しいけど。俺を太らせようっていう魂胆だな。一生懸命痩せてるっていうのに、ダイエットして。もう食べるものをいかに節制するかね。ラーメンは除外。でね、今日はね、早速ね、あのちょっと待ってよ。国さん、春さんは招待してほしいって。あ、ちょっとちょっと待ってよ、ハルさん。ハルさん、ちょっと待ってよ。待ってよ。はぁ。る、あった。えいえいこれでどうや。どうこれ。これちゃんとさ、指入れて動くんだぜ。ほら。これいいっしょ、ほら。なんか結構不気味だよね、これ。ほら。これ何かわかる、これ。これ。みんな何かわかる、これ。わかんない。シャーズゴックの腕です。これね、あのね、お台場に行ってね、なんだっけ、ガンダムフロント東京で、てるんだけどさ、いたたたたた、これね、指が3本しか入らないとさ、これ、あとの2本の置き場がなくて大変なんだよね。いや、いいでしょ、これ、ほら。欲しくならない、これ。ほら、見てたら。これでもね、ジュースはつかめないんだ。これ、マニピュレーターとしての能力はゼロに近い。ほら。ほら。あのね、もう、全く、握力ないんで、グリップありません。シャッターも押せません。ほら、見て、パチパチ叩いてるけど、ちっとも押せないよ。ほら、ね、これね、デジタイザーペンも、ここの辺じゃ持てないので、この辺に、ギュッ、こうやったら、こうやったらね、書けるかもしれない。ね、これ。ね。これね、これベアクローじゃないよ、これ。ね、ベアクローあのラーメンマンの後のここにブシャッて穴開けたやつじゃないよ、ね、これコークスクリューはできないんだよね、これね。はいはい、これ俺今楽しいんだからもう十分。多分もう二度と現れないかもしれないけど。いいかな。これまたなんだ、こっちまた左手分買ったらまた出てくるかもしれないけど、あの喜んでくれたみんな。割とみんな冷たいな。何あとね、あとちょっと良さげなやつ買ってきたよ。ガンダムカフェのクッション、こうどっかのさ、よくライブとかにさ、こうやって置くとちょっと良くない、これね。反応薄いんで次行くぞ。それとね、せっかくほら
これもらったことだし、ほらこれちょうど飲めるやつ。お これ、これ、ちっさ、割と小さいなこれ。これぐい飲みの、ほら、なんかちょっといい感じでしょ？これでこうやってぐいって。もうむちゃくちゃダメなやつじゃん俺。ほらでこれいいでしょこれ。ほらこれいくらすると思う？これこれでね8000いくらするんだ。だからもうねこういうの出さなくていい。もう出さないでください。いや出されたら買わなきゃいけないじゃん。だからね、出さない方がいいよ。ね。はい。これも多分この辺、この辺のとこ。あ、ね。で、痛い、目にごめんなさい。痛い。ちょっと待ってよ。で、痛い目が。で、あとね、もう一個だけ買ったものあるから見てもらえる？見てくれる？何でしょうか？あのね、靴買ったんだ。靴。あの、ダイエットで走ろうと思って。見てくれる？今日さ、こんなことやってていいのかな？大丈夫？時間伸ばせばいいから大丈夫です。見て。あ、開かないもの。見て、俺のダイエットグッズ見てくれる？あ、倉庫にね、加水分解するお店です。うるせえ、バカ野郎。あ、そうなんだ。あのね、ほら、どう？これね、絶対にそれで走りたいよ。これ痛いな目が。痛い目が。これね、リーボックのね、靴で、シューズです。もう何の変哲もないリーボックのシューズです。ちょっとトリコロールカラーになってるけど、普通の靴だよ。で、ちょっとね、ここにね、あの、ガンダムの横顔が書いてあるけど、気にしないでね。ここにね、RX78 って書いてるけど、あんまり気にしないでね。とりあえず、シルバーです。ね。で、こっちは、あの、赤い靴。で、ここに、あの MS06 って書いてある。 06S って書いてある。ね。で、あのここにシャーザクの絵が書いてあるけど気にしないで。これね、いつだったっけな、月曜日の夜の中だ。一体な目が。あのね、発売予約がね、夜中の12時からだったんだよ。で、もしさ、あの瞬殺でなくなったら嫌だなと思って、俺最初からもうさ、ログイン ID 作って、でもう10分前ぐらいからずっと Chrome とインターネットエクスプローラーと2つダブルでこうやって開いてスタンバイしてたの。こうやってやっべー、なくなったらどうしようとか思って。で、0時ぴったりになったらね、もう急いで、もうサイズももう速攻27.5 ピッピッって入れて、で決済ってやって、で、あ、買えたと思って、で、あの、ご購入ありがとうございますって言ってたんだけど、とりあえずメールが来るまで気が抜けないからさ、とりあえず待ってたので、もうご注文ありがとうございますって来たから、
よし買えたと思って、もうあとはもうなくなっても大丈夫だろうと思って、またサイトを見に行ったら、とりあえずまだなくなってないんだよ。あれおかしいな、まあそんな12時からそんなにガンダムの靴買う人もいないだろうなと思ったので、ね、1時間後に見たらもうさすがにどれかサイズなくなってるだろうと思ったら、どれも1個もなくなってないのあれと思って、あのスラムダンクの時はね瞬殺だったんだよ。スラムダンクの時はね買えなかったもん。ログインと同時に買いに行ったのに全然買えなかった。でそんなもんかって思って、まあ明るい日にねせめてどれかなくなってるだろうと思って見に行ったら全部あった慌てなくてよかったじゃん。何だったの、俺の時間を返して。今もまだあるんですかね。あると思うよちなみに、うん、この赤の 28.5 がないだけで他全部あります。えあ、今聞いた。実際に走りようも買いました。あのね、シャーザクの方の 28.5 だけがなくなったんだって。あと全部あるんだって。じゃあもう2個くらい買いますね。もういっそ買っとくか。赤い方入ってさ、走ってる。なんで、なんで、いいよ、別に。あれですよ、そしたらターン90になっちゃう。3倍速い。大丈夫、スピード変わらないから。なんでいいよ、別に。だ平気だよ、赤い。ちょっと無理だな、俺。はい、しまっとくね、とりあえず。今はしまっとく。え今だけしまっとく。さあこれ履いて走るぞ。え？お前たちうるさいぞ。なんでそういう時だけなんか生き生きとして喋るわけ？もう。はい。今日はね、今日のガンダムの歌はね、これだけしかないんです。ごめんね、少なくて。ごめんね。じゃあ行くか。そうだ、ちゃんとこれ音声はちゃんと拾ってくれてるのかな。ちょっと目薬入れて、目がマジで痛い。ちょっとマジで痛い、ちょっと待ってね。右目が超痛い。痛い。あ、痛い、痛い、痛い。ちょっと外していい？これ一回。痛い。ごめん、ちょっと一回外すわ。痛い。ちょっと待って。じゃあ早速、今日のお題は何かな。今見んのかよ。待ってよ。行ってきた。いや楽しかったわ。いや仕事、お仕事ですよ。お仕事ね、お仕事のほんのちょっぴりのね合間を縫って、ちょっとだけねあるところに行ってきました。ガンダムプロット東京についてほんのちょっぴりと仕事をしてた。いや違う、あのねちょっと待ってよ。どれだ、あったこれ
日本科学未来館っていうお台場のね、ちょうどねガンダムフロント東京のすげえ近くにあるんだけど、日本科学未来館というところでですね、ゲームオンっていうイベントやってたんですよ。これがね、もうなんだろう、すべてのゲーム、ゲームというものが始まってから現代までのゲームがね結構たくさんずらっと並んでて、それぞれがね遊べたよっていう、遊べるよっていうね、企画なんだけど、やっとねプレイステーションでね PSVR を体験できたので、まあそれがやりたくて行ったんだけど、行ったらね割と楽しくてね、この場所が、待って、うわお、待ってよと、うわ、ちっちゃくなってきた、あった、一応ね、ざっと写真を撮ってきたんだけど、あれキャブさん行ってないの？俺行ってるかと思った。あ、これちょっとごめん、全画面にするとね、一般の人の顔が結構もろ映りしちゃうかもしれないんで、ちょっとちっちゃめに、これなんだっけ、コンピュータースペース、1971年、ナッチングアソシエイツ、俺これは知らんな、これは知らないな、つっちゃん知ってる？知らないよね1971年だって。これなんだ、これわかんねえや。まだ行ってないんですわ、あのね、平日にじっくりと行こうと思っております。わら、こんな、ごめん、もう俺何が何やらわからないわ、ちょっとわからないところをすっ飛ばしていいかな。最初がね、なんだっけ、とりあえずコンピューターゲームっていうのがもうすごい始まったばっかりのところ時、だからね、ファミコンすら始まってない頃だから、ゲーセンもまだそんなにまだ流行ってない頃じゃないかな、まだ始まってない頃だのゲームでね、ルナーランダー、1979年、俺8歳、つっちゃん生まれてない分かんねえよとかね、この辺はまだ分かんないな、マーブルマッドネス、分からないあ、これパックマンじゃない、これ、あ、パックマンです、パックマン知ってるでしょ、はい、わか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 ってやつだよ知ってる？いや、知らない？パックマン自体は知ってます。やったことあるでしょ？うん、ないですないですね。え、うっそ、これめっちゃ面白いって、まあ、そんなに当時できなかったけどさ、俺らはまだこの頃は見ながら大人がやるのをこうやって面白そうだなと思って見てた時期、これまだね、1回ワンプレイ100円だよ。当時の100円って超高っけよ。ね、あ、これディグダグって知ってる？おい、ちょっと、誰か、おい、誰か反応してくれ。大丈夫。ジェネレーションギャップ感じて、ここにね、分かる人いるから。いや、だから反応してよ。知ってるとか知らないとかさ。なんか無言だと、俺しか知らないみたいで嫌だ。あ、ギャラガって知らない？それは知ってます。ピルル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 とかって。そうあ、なんかでもね、この頃ね、ゲームセンターはね、不良の行くところだって俺ら言われてね、行きづらかったんだよ、すごく。塾サボって行ったけど。
あとこれなんだ、あ、これは知ってるでしょ、ゼビウス。あ、聞いたことあります。ねえ、ゼビウスはだってファミコン版にもなってたの。はい、ねえ、ファミコン版でもあったし、ねえ、あれ、戦闘機の名前何だっけ、ソルバルウだったっけ。あ、そうそうそう、ねえ、当時ね、弾の間をこうくぐり抜けてってね、攻撃するやつ、こいつ天才じゃねえかなと思ってたけど誰が歌えっつったんだよ俺多分このペースでいくとね、すげえことになるからね、いいかいあのね、みんな分かったら反応してよ、いい？あとね、待って、まだまだこんなもんじゃないぞ。これなんだ、あ、これは知ってるわ、みんな。ドンキーコング、ジュニアじゃないよ、ドンキーコングだよ。あ、そうだね、ゲーセンだけじゃなくて、そうそうそう、インベーダーゲームはまだ良かったのよ。ネオジオ、これごめん、飛ばしちゃった。これなんだっけ、あ、ごめん、これタイトル取ってねえや。これ何だったっけ、全然反応したら年齢バレるので怖いです。ソニーショップライブ、ソニックウィングス、なったっけ、わかんねえ。あ、これはみんなこれ知ってるでしょ、これバーチャファイターだ。あ、懐かしいですわ、これは やってました、ね、あのね、バーチャファイターがすっげえカクカクだったので、めっちゃ遅いの、ビヨーンとかで、あれ俺のイメージではもっと早かったのになと思ったけどね、これが思い出補正ってやつだね、多分そうだと思う、うん、結構動きがね遅くて、ジャンプとかパンチが遅いで、あ、来たわと思って避けようと思っても動かないってそう、ガードだよ、うん、バーチャの初代ガードの基本だよ。あ、このポングって知ってる、みんなこれ知ってるっしょ、知らない、このブロックのさ、この壁でさ、こうボールピコーンピコーンって、あれと一緒、あのゲーセンに最近あるさ、エアホッケーと一緒、あるの、ゲーム版。知らないな。もうね、ドットだけドットだけ、ハルハルもっと反応しろよ。これはいいや、この辺もいいや、これもいいや。歴史言うなあ、これライドオンだ、違う、ハングオンだ、ハングオン。でもこの人、ごめん、この人関係ないからね、これすごい、インパクトのある服着てるけど、ここは気にしないでよね。これなんだ、これレイブレイサー、これもな、これゲーセンのやつだ、全部レイブレイサーでしょ、これわかるっしょ、これスペースハリア、違う、マリオカート。ああ、そうです、マリオカートは燃えたね、画面がピカピカピカ。あのマリオカートさ、最高速出したらさ、自分の影と戦わなきゃいけなくなるの、ずっと。であれが見えてるとね、もう運転ミスるのよ、自分の影いらねえよとか思って。でこれが赤キノコは流行りだね。あ、これ分かるでしょ、これ鼻つぼじっちゃダメだよこれデイトナ2、あのねあ、これスト2だよ、これスト2やってるやつだ、これ分かるっしょ、これは右やってるっしょ、右やる、これナムコとセガは大体分かる、これさ、めっちゃ上手い人いたよね、ね、俺だって、俺も撮るのに必死だもん俺やらないもんやらないじゃなくて、できないできない、ね、これダンスレボリューションって、これ一時期流行ったよね、これ
もうみんなやってる人をずっとみんな見てるの。あ、すっげえって。これさ、この人うめえ。今の太鼓の達人と一緒だよね。ね。そうですね。太鼓の達人はすごいけどね。ギャラリー集まるもんね。もう見てるだけって感じ。うん。もう見てるだけで十分。マミパラマックスクリアできたよ。ソニーショップライブアット URL 省略。あ、これ一緒だ。で、あとこれ。これやったっしょ。またごめん、同じ人出てくるけど気にしないでね。これはハングオンもやったけど、これごめん、ちょっとこれアップじゃ顔がある。これアフターバーナー。あー、懐かしい。これすっげえ面白かったよ。あのね、こうやってやったらもうね、期待こうやってこうなるの。もうすっげえ面白いこれ。だからこの当時ってさ、結構この筐体タイプが多かったよね。ねえ、マニパラマックスって何やねん、分かんねえよ略さずに言ってくれ。 DDR の話。え、DDR の話なの？この時代は子供すぎて冷戦で見たことしかないな。そうなの？これね、アフターバーナーすっげえ楽しかったよ。で、もうね、アフターバーナー金かかって仕方がないから、あれなんだっけ？メガドライブだっけ？なんで出たんだっけ？多分ね、メガドライブで、メガドライブ1のアフターバーナー出たの。確か。で、俺ちょうど大学の時なんだよでね、アフターバーナーね、あの当時あのトップガンっていうのが流行ってまして、で CD でトップガンの音楽をかけながらアフターバーナーをやるっていうのがものすごく流行ってて、うわ、時代が上がるわ。もうね、ゴールデンアックスやってたね。ゴールデンアックスは超面白かった。一番最初のが一番面白かった。で、今懐かしいと思ってやったらダメだね。絵が汚すぎて。あのね、アフターバーナーはね、もううちたまり場になってしまって、もうみんなが来てずっとやってんの。大学の先輩とかがずっと。でも永遠、一晩中、トップガンの曲が流れ続けて、もういいとか思って、もう聴きたくねえとかつって。で、当時はね、みんなそんなみんなタバコ吸わないじゃない。だからまあ一人、俺マンション一人で 6.5 畳と別にあるから 1K のところ住んでたんだけど、そこにね、先輩らがね8人ぐらい来るわけ。 6.5 畳プラスそのちょっとした廊下のところにその8人か9人ぐらいが溜まって、ゲームがするたびにテレビのところまで来て、あとみんなローテーションでタバコ吸ってんの、人の部屋で。もう真っ白だよ俺の部屋。もうほんと最悪だったよ。でその後にね、ストリートファイター2がスーファミ1で出るの。もうこれがまた最悪。もうずっとトーナメント朝まであとウイレがあった時もずっと朝までトーナメント。もうほんと勘弁してくれ。で、俺は会社の1年目の同期のやつと、1月17日、16日から夜通しで、なんだっけ、ウイニングイレブンをやったら、早朝に地震が来たの。死ぬかと思った、本当に。もう本当に天国から地獄へ落ちた。もう本当怖かった。もう本当に怖かった、あの時は。あの時ね、もう会社行きたくないわ、3連休か何かでね、会社行きたくないよねっつってしゃべったらね、地震が来てね、会社行きたくないって言ってごめんなさいって思ったもん、本当に。本当に怖かったね。ごめん、あのね、ごめん、長いね、ちょっとアフターバーナー長いね。あ、で、これがインベーダーゲームはね、あ、これみんなわかる？インベーダーゲームってみんな知ってるっしょ、これ。
え、よくわかんない。で、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 ピカピカっていうの名古屋とか知らない。ね、炎の駒とか知らない。ね、あれってさ、俺さ、最初連打できるもんだと思ったの、弾がなんかめっちゃ、ね、名古屋打ちってできる人いるじゃん。で、あれってさ、1個の球が、ね、どれかのインベーダーに当たるか、壁から消えるまで次打てないんだよね。違ったっけ？そうだよ、さ。だから、すごいね、感覚があって、だから、めちゃめちゃ連打できるのは、全部に当たっていくからすぐ次の球が出るんだったと思うんだよ、確か。だよね。だよね。で、あれ、だから押しても押しても出なくて、出ませんとかって。そうだよね。そうなのか。炎の駒は嘘だったのか。炎の駒はダメ。グレート台風とかダメだよ。グレート台風とかダメだったのか。衝撃、うん、ショック。あのムーンサルトって、これゲームセンター嵐の話なんだけど、前も言ったっけ、ムーンサルトってさ、宙返りって書いてあって、ムーンサルトっていうのが宙返りのとこまでムーンサルトって振り仮名が振ってあるから、リだけ振り仮名がついてないからさ、俺ムーンサルトリって呼んだことがあって、そんなもんどうでもいいね。そうだよ。コロコロコミック見てるときに。そうそう。懐かしいっすよ。これはね、これ、これ、あの、でね、だんだんゲームも進化してくるよ。このペースまずいな、これ。これはね、アランウェイク、知らん。これは、アスラズラース、知らん。見えない。パス。あ、めっちゃ、めちゃめちゃ有名だった。メタルギアソリッド5って書いてあった。最近やないか。メタルギアソリッドでした。で、これまこれ見えない、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 パス。あ、これあれだ、グラビティデイズだ。これも最近だね。あ、これ知ってる、これこれこれ、インディ500。これみんなさ、今グランツーリスモでさ、結構リアルな車にぐるんぐるん回ってるじゃん。最初こんなだったんだぜ。こんな物体がここグリグリって回るだけだったんだぞ。あとラリー X って流行ったよね。あー、ラリー X がやりましたね。あのデレレレレッテレ、知らないだろう。知らないよな、知らないよな。ギャラクシアンもあったね。あとなんだ、これ何のコントローラーだ、わかんねえやもう。これプレステ初代のこれコントローラーだね。あ、ほら鉄拳、ほらこれ鉄拳2じゃないかな。あのね、鉄拳もね、やっぱり思い出補正されてて、今見たら、あれこんなにドットでガクガクだったんだって思うぐらい。なんかゲームは結構ちゃんとまともにできるんだけど、あ、これは進化したなと思って。これジンが出てるから多分鉄拳2だよこれ。あのね、あの頃なんだっけ、鉄拳と東神殿となんだっけ、あとバーチャファイターとかいろいろあってね、鉄拳はまだね、現れた当時、あのスト2とかってコマンド技が多かったんだよね。コマンドを入れて戦うみたいなのが多かったのに、鉄拳は、あと弱パンチ強パンチ、なんだっけ、強パンチとか弱キック強キックだったんだ。だけど鉄拳は右パンチ左パンチで、左キック右キックなの。だから結構ガチャ押しでね、どうにかなったりするんだよね。あの中途半端に技を出そうと思う人が負けるパターンで、上手い人は何をやっても上手いから、あのガチャ押ししても勝てないっていうのがあったね。いや、これ楽しかったよ、この頃は。ディスティニー、これドゥームってやつだ。このペースでいくとこれやばいね。
これまだすげえ序盤だよ。あれやってましたよ。うん、ファイナルファンタジー4でしょ。出ましたね。あ、これこれあれだ、桃太郎伝説だ。多分初代のファミコン版かな。PC エンジンだ。俺ね、PC エンジンだけは買わなかったんだよ。あのメガドライブとスーパーファミコンで、いや意地でも PC エンジン買わねえって思ってた。で、大学の先輩家にあって、あの焼肉食べながら桃太郎電鉄やってた。肉ばっかり食うなって怒られた。でね、このペース、あ、これどこでも一緒あったね。これ今回ね、あ、鉄拳3ジンが出てたら、これね、今日ね、なんだっけ、コメントのね、音声読み込みアプリもね、ちょっとね、いつものじゃなくてごめんよ。あ、ピンポン。そう、あ、これアンチャーテッドだ。この辺有名だ。これなんだっけ、ワンダ、ワンダと巨像。飛ばすぞ。このコントローラー分かる？そう、ドリームキャストの、ほらこの背中を見たら分かるでしょ、シェンムーです。シェンムーやりたかった。ドリームキャストも買わなかった。え、買わなかったよ。ないわ。俺だってもう一気にプレステに飛んだもん。スーファミからね、ゲームはね、買わなかった気がする。メガドライブと。湯川線の自虐ネタが好きで好き買って。何？湯川線の CM あったじゃないですか。うん。うん。あれが好き。家帰ってプレステやろうぜ。あったね。ちょっとスピード上げるぞ、ブロック。あ、ちなみにこれプレステ4の基盤だ。これプレステ3、プレステ2。これプレステの基盤だ。ごめん、これ取っての乗っけての仕方がない。あとこれ知ってる、これ。鉄器って知らない？そうか、10年ぐらい前に出たやつで、コントローラーがこんななの。家庭用だぜ。あのね、ちょっと待って、多分こんななんだぜ。え、すげえ。こんななんだぜ。これ脱出ボタンってあるよね、確か。このコントローラー使って戦闘するんだよ。これ結構大マジだったよ、ほら。ねえ、これ確か 2,3 万しなかった？すっげー高かったよね。これが画面。これでしか使えないか。これ10年前の画面でこれだよ。すごくない？ねえ。これすげーよ。ごめん、ちょっと高校生映っちゃう。ごめん。ごめん、ちょっとちっちゃくしとかないとね。あの高校生に言ってね、なんかすいませんって言って、いやいやいいよ、君たちやってていいんだっつって撮らせてもらうよっつって撮ったな。あとこれはね、古いゲーム機。あ、これがメガドライブ。これ知ってる？メガドライブ16ビットだよ。すごいでしょ、16ビットもあるんだよ。はい。あとね、ここいっぱい出てくるよ。これ任天堂64、ぷよぷよやってるわ。
これ見て、ブラックバージョンのプレステ、ほら。そう、確かそのはず。うわ、かっこええとか思って。かっこいい。プレステやったことある？ありますあります。プレステ何やった？バイオハザード。バイオハザード、はい、初代バイオハザード、はい、おしっこちびれそうにならなかった？超怖かったです、まあねもうあと、あのいつも言うんだけど、プレステのオープニングの起動の音がなんかさ、トラウマにならなかった？なりました。でーん、でーんつってで、呼び込まなくて壊れると、でーんのままでずっとそのまんまなんだよで、本体をこうやって縦にするとか、まあひっくり返すとかすると読み込んだりしてたね。そんなこともあったね。はい。で、これ XBOX だ。これなんだこれ。あ、カセットビジョン。カセットビジョンじゃない。違う。適当に言ってる。マグナボックスのオデッセイだって知らないよ。1972年だって。いや知らん。もうテレビテニス。あ、なんかあった記憶が、どっかで見た。あれじゃない、つまみでくるくる回る。そう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 。なんで知ってんの今、つば飛び散ったよ今俺。ジェネレーションギャップ。すげえな、これほら、ぐるぐるのダイヤルがあって、手元のところにさね、あの特典のやつが出て、ごめん、なんとかビジョン、あ、これがカセットビジョンだ。あ、俺これが一番最初の、あのこれあれだよ、くじ引きで当たったんだよ。で、キコリの予策やっと覚えが、ちょっと見えないと飛ばすよ。当たり、わかるのかみんな、すげえな。俺なんかほとんど印象ないじゃん。これセガマーク、これマーク3か、これ違う、 SG1000 ってなんだ。友達のうちにあったな。やだよやだよってやつ。そうそうそう、顔も見たくないってやつやばいな、これレミンです。PC エンジンあったよ。ファンタ、あ、ほら、ファンタジーゾーン、これほら、あ、これと、これね、中学校受験のね、帰りにね、友達ん家行ってね、ずっとやってたわ俺らのね、中学校受験の時ね、あれだよ、ドラゴンクエスト2だよ。ドラゴンクエスト2のね、あの、受験しながらドラクエ2やってたから。あ、そう、あら、そう、チョップリフター、もう名前だけですげえな。コモドール64。うわ、古いな。ちょっとね、ちょっと加速するよ。ロボット来た。ロボット知らない。これなんだっけ、ファミコンでコントロールするやつだよね。そうなんですよ。これほら、ほら、ファミコンの、ほら、だって色全く一緒じゃん、この小豆色と白。キーボードとね、ファミショップライブ、アット、UR 省略、アックス75、ゲーム機が万代であったような、これはディスクシステムでしょ、これ。あ、来た、みんな大好き、大好きとかじゃない、MSX だよ。ありましたな。ソニーのヒットビットだよ。これ小学校の時やったよ俺。あのペンギンのなんだっけ、南極大陸、結局南極なんたらいうやつ。結局南極大冒険。そう、あの溝があったらスペースキューでビョンビョンって飛ぶだけっていうもしくは右左にカーソル動かしてねやるんだけどね、ゲームができるっていうことが楽しかった。そうね。でもまだね、これカセットだからまだいいよ。この前カセットテープだからね。
そうそうそう、ピーヤーですね。そう、アドベンチャーゲームやって次の扉開いていくまでにビーヒャーを5分ぐらい待たなきゃいけない。エラーが出ました、もう一回やり直してくださいって言われるんだから。でこれ、これヒットビットです。あ、これ 3DO、 あ、 D の食卓、はいはいはい、この辺みんな記憶あるっしょ。そろそろ記憶ある。ねえ、これなんだ、これなんだ、これもセガ、これわかんねえな、ボケちゃった。サターンか、これサターン、セガサターン仕様じゃないですか。これなんだっけ、ジェネシス、ガサッとさせる、一応カセット、なんかいっぱいあったよね、この頃白黒からカラーになっていくみたいな。あ、これサターンだね。あ、ネオジオ、惜しかったな、ネオジオ。なんかネオジオ高くなかった、すっげー。すごい高かったんですよね。カートリッジはまだ見えたかった。みんな詳しいな。この辺になると詳しいな。惜しかった。持ってたのかよ。いや、買えなかった。あとこれみんなわかる。俺これさ、もう懐かしくて写真撮っちゃったよ。これ、わからないでしょ。あの、ロールプレイングゲームの大元だよ、これ。これ、ゲームじゃ、あの、テレビゲームじゃなくって、紙のゲーム、紙。要は、ダンジョンズ・ドラゴンズって言って、あのね、ストーリーを、一人ね、その、なんだっけ、あれ、なんて言うんだっけ、なんとかマスター。ゲームマスターだっけになる人が、神様なの。ストーリーを進める人なの。で、その人、あと、他の人がパーティー組んで、例えば、はい、僕戦士とか、僕魔法使いとかって言って、話、もうほとんど紙芝居状態。お話をしながらみんな想像の中で話をしていくっていう。もうね、すべてがこのゲームマスターの人の進行にすべてがかかっているっていう。そう。それの、これが、ほら、ダイスも振って、ダメージを与えたり、死にそうだったらこれで、生き返るじゃねえや。麻痺から回復するかとか、やってた。懐かしいな。で、このさ、メタル製の、これはね、手に入らなかったよ。あ、そうですか。うん。まあ、でも、専門店の近くにあったかな。あ、そうなの。ほら、もういろんなさ、ダイス買って。これを振って、で、理不尽なのがね、死んだらおしまいなの。え、常識でしょ、それ。あのね、それもヒットポイントさ、8とかしかないんだぜ。8とかしか、10しかないのに、一撃ダーンって食らったら死んだらおしまいなんですよ。で、誰も生き返らせてって言ってもダメなんですね。そう、で、レベルドレインなんかされようもんなら、本当にレベル下がったまんま上がらせてくれないんだぜ。そうそう、だからこその3フィートの方で、ここさ、何3フィートじゃないか、知らないよ。だって俺 やるんですよ、やれる環境になかったもん。俺これだけ買って、ああそうなんだって思って、小学校の時に買って、ああすげえ楽しそう、これやったら楽しいんだろうな、パターンっておしまいだったんですよ。その頃も今も変わってない。あの頃だってね、紙のシミュレーションゲームのジャブロ戦役ってあったの知ってる？3000か4000ぐらいで、俺あれ2回買い直したからね。なぜ買い直したの？なんか最初分からないときに買って、いろいろなくして、次にまたって買って、あれはね、親戚のね、いとことやったよ。俺の結構年下のこと。で、ちょっと負けそうになったから、自分で独自のルール作って、無理やり、ねじ曲げて勝ったけどね。だって、ルールは俺だったんだもん。あの、なんだっけ。ベテランとかさ、一般兵とかの意味が分からなくて
戦闘兵 の補正かけるやつが分かんなくてさ、すごい適当なルール作ってやってたよ。そんなこともあったんだよ。だってこれがだってロードストー戦記になるんだ。ロードストー戦記知ってる？ロードストー戦記知らないなんてありえない。連載されていましたよね、クッコクさん。うん。コンプティーク知ってるでしょ、はい、今すっかり萌えゲーになっちゃった。あんなじゃなかったもん。表紙が森高千里だったんだよ。マジでマジで当時のアイドルが表紙だったの。おばさんじゃなかったの。19歳だったもん、その時。あったね。さあ、そろそろ本気で前進まないとやばいよ。待ってね、本当のこれ、あ、これパラッパラッパーだ。パラッパラッパー知ってるっしょ。ね、ね、これは結構ハマってやったよ。これトゥームリーダーだ。トゥームリーダーも結構あれだったよね、ひどかったよね。これなんかのキャラクターのあれみたい、なんかポケモンも置いてあったよ。あ、ごめん、誰か知らない人めっちゃ映っちゃった。あ、この辺で、ごめんね、ちょっとみんなのコメントが。RX なんちゃしって確かあったね。ごめん、これみんなの、待ってよ、ちょっとね、みんなのコメントを見ながらやりたいんで、待ってよ。あれ、待った、わけが分からなくなったぞ、今。ちょっと待った。待って。ゲームボーイやった時のとか、そのカラーがすごいね。羨ましくて。これわかる？サイモンわかる？これ知らないだろうな。1978年のおもちゃだよ。おもちゃ、ゲームだよ。光と音でやるんじゃなかったっけな。俺も知らないの、これエイリアンアタックだって。知らないでしょこれ。あのエイリアンをさ埋めるやつじゃなかったっけこれ。あ、平安京エイリアン。知らないでしょ平安京エイリアン。ハマったねこれ。ビブリボンってなんかあったな。これわかんないな。これはわかるね。これはわかるね。この辺はわかるね。この辺は飛ばそう。ゲームさんの規模が大きかったな。あ、これスーパーギャラクシアンってさ、これ中覗いたらさ、ほらちゃんと中でカラーで光るんだけど、見てわかる、これちゃんとここにさ全部実はドット絵、ドット絵じゃないや、最初からさもう仕込んであるんだよ。そこに光がこう移動していくだけだ。それでまるで俺らは移動してると思って夢中でやってたね。ゲームウォッチなんてこれの幅がすごいから。どんどんいくよ。もうこの辺わけが分かんないよ、もういっぱいありすぎて。やべえ、わからない。どれかいろいろ持ってる記憶はあるんだよ。買ったな、あ、これガンダムの、ガンダムだよ、これガンダムのゲームウォッチとかいっぱい買ったよ。買ったってごめん、語弊がある。買ってもらったゲームウォッチとね、あとね、こんな中でさっき覗いてやるようなゲームとかね、誕生日に買ってもらったよ。
もうすっげー欲しくて。当時もガンダムのゲーム買ってたわ。何も進化してねえな。全く変わってない。全く変わってないね。これベースボールでしょ。これクレイジークライミング、クライミング、こんなのあったんだ。なんかもうゲーセンのクレイジークライマーが超面白そうでさ、まあ、これみんな知ってるよね。これたまごっちだよ。ああ、そういう時点だったね。トロン、すごいな。ここら辺持ってたね。なんだこれ、任天堂ドンキーコング、すげえ対戦できるんだぜこれ、ゲームウォッチなのに。すげえな。ほら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 、こういうの俺ら買ってもらってたの。難しいゲームなんですかね、こういうのね。もう1個の一個のゲームしかできない。でずっとやりすぎて電池がなくなって薄くなる。見え、どこに移動してるか、ボタンを押したらね、薄くなって見えないの。で電池変えたら最高得点がなくなるの。これ面白かった、買ってたわ。で友達と集まって交換して遊んでたのね。え、液晶割ってるやつとかいたよ。いやでもこの頃何しても楽しかったぞ。本当にチャリンコ乗ってるだけで楽しかったぞ。で、あのお菓子屋さんで買うのはあのあれだよ。俺らはチューチューって言ってたけどさ、あの10円かのあのビニールに入ってるジュース、あのジュースみたいなやつが夏凍ってんのカチコチに。であれさ、売ってるあの市販で売ってるやつはさ、真ん中でポキッと折れやすくなってるんだけど、あの駄菓子屋さんに売ってるやつはね、まっすぐなの。まっすぐで、あのそのままじゃ食べれないから、駄菓子屋さんがね、まな板に包丁出してきて、こうやって切り込みガーって入れてくれて、スポッて乗って食べやすくしてくれて、それを食べるのと、あと余ったお金でガチャガチャをやってた。やってたよ。あの引っ張ったらバシーンってあの指が挟まるガムのやつとか。あとなんだっけ、あのこうリングのジャラララン、ジャラララって降りていくやつ。あれさ、遊びすぎたらドッグが絶対さ、パカって開いたまんまになるんだよね。で一生懸命押さえるんだけど、もう絶対もうダメなの。で、あとなんだっけ、あのスライムって知ってる、あのこの緑のパッケージの中にスライムって言って、緑の透明のドロドロのやつがビロビロって入ってる。何に使うわけでもないのに。で子供の頃さ、もう砂とか入れるからもうぐちゃぐちゃになって。次行くぞ。まあね、もうって何しても楽しかった。若いやつついてきてるか、今回。多分ね、もう30代が限界だと思うよ。なんでパセリがついてきてるのかが俺には分からないんだけど。パセリ同年代じゃねえのかっていうぐらいいろんな話についてくるんだけど。これでそろそろあのね、あ、でもぼちぼちね、佳境に入ってきたよ。これはあれだ、マルチ、なんかみんなでプレイするよって、これイングレスじゃないかな、違うわ。ワーニングフォーエバー、知らんわ。ハーストーリー。なんか聞いたことあるぞ、これ。ビブリモンってこれか。あああったね、こんなの。これプレステのゲームだよね。
もう懐かしすぎるわ。これあとなんだっけ、ペーパーズブリーズって知らないわ。あ、これ現代版のやつだ。これイングレス。これはあれだ、もう普通にボンバーマンだよ。これボンバーマンみんなでやってたよ。で、なんかビートルズのなんか歌ったやつはね、なんか外人がここでね揃ってね、みんなでね本当に演奏してね、すごい楽しそうだったよ。ゲームなんでめっちゃ楽しそうにやってたよ。これもう見えないの。これはなんかね、あ、これハイロー、ヘイロー、ヘイロー3。いや、なんかあれだよね、一人称ゲーだよね、これ。で、グランツーリスモがあったよ、あの筐体付きで。あのね、俺ここでやったの2回ぐらい、ちゃんと走れたよ。あのね、日々の成果が出た。ちゃんとブレーキングポイントとか。なんかね、いつもさ、そこで最下位あたりを走ってるけど、今回ばっかりはね、俺結構いいとこ走ってたよ。すごい優越感だった。すげえ楽しかった。ほら、これね、何人かな、5人ぐらいができたのかな。あ、ほら、昔なんだ、ほら。これゲームのカセットが本当のカセットテープだからね。磁気テープにデータが入ってるんだよ。これ今だ、気が狂うね。ね、カセットからディスクになったけど。ね、これ4ビット。これ4ビット。あ、これボケてる、ちょっと待ってよ。これなんで、これごめん、これ8ビットかな、8ビット CPU かな。で、これが16ビット。これがメガドライブに入ってたんだよ。で、これ32ビット、これペンティアム。で、ごめん、ボケてるな。これ60、これボケてる、ごめん。64ビット、ほらって言おうと思ったらボケてた。これ CPU の上半です。はい、あ、ほらさっきのビートルズのゲームなんだけどさ、これこの人はマジ語り、マジ引き状態。でみんな見てたわ、すげえって。はい、でこれがこれね、順番を回ってやったね、これがね、PSVR です。これね、多分ごめん、ここ俺出てこないんだよ。あ、出てきたっけ。開始から1時間以上経ってますが、ソニーの話題ほとんどないような。これね、このね、プレイルーム VR っていうのやったの。これで。これね、これだってこれ今日しか話できないの。これやべえ、俺が出て、これ俺がかけてる状態。やっと現代に来た。これ。これ正面から。これも違う人なんだけど、あのね、これちょっとごめん、全然違う人で申し訳ないんだけどね。これここでやりたかった。ここもうね、ま、もういっぱいだった、この日もすでに。なんか拳銃で撃ってたりとかできるんだけどさ。あのね、あの、PSVR もうやった人は分かると思うけど、没入感が半端じゃないよ。すげえ、マジですげえ。今までさ、ヘッドマウントディスプレイあったじゃん、ソニーのね。あれもあれで良かったんだけど、なんていうの、初代から、第2世代第3まで行ったと思うんだけど、だんだん、割とこう没入感を上げるために上にがカバーされたり、下の黒いカバーがついたりとかしてたんだよね。で、こうだん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 こう中に入り込めるっていうやつを、だんだんそこはね良くなってたんだけど、それでもね、まだね、割とね、装着感が安定しなかったんだよね。言っても安定しなかったのと、割とね、ちょっと周りに意識が飛んじゃうところがあったんだけど、
これ PSVR って割とどうだったっけな、結構ね、まあ、前後でガチガチンってやっただけでもう結構完全にフィットするで、あのここにあるじゃん、こうここに、これごめんこの人、ここがさ、あのここの一番メインの部分とその顔のところにくっつく、ここにね柔らかい素材、すっごいふにゃふにゃの柔らかい素材があって、キリキリって締めたらこうぴったりくっつくのがっちゃうんって、でだから水中メガネをしてる気分なんだけど、ちょっとね、だから頭じゃ絶対何か乗っかってる気分なんだけど、もう覗いたらもうね、もう別の世界、もう本当になんていうの、なんかあーあーってなる感じ、もう全然もう周りが声は聞こえるんだけど、もうどうなってるか、もうそのゲームの中の世界になっちゃって、でこうたまたまこれはねパーティーゲームだったんだけど、俺がやったのはこうなんかね、俺はこの主人公じゃないけど、VR つけた人は怪獣になるで、他の人たちがヒーローになって物をここにぶつけてくるで、俺はこうやって避けるんだよ、それショで避けるんだけど、ここぶつかったらちゃんとこの ゴーグルのところにね、液体がダラダラダラって垂れて前が見えなくなるのに、あ、見えないってね、やってる姿がみんな見られてるなで、最後やられちゃうとね、宇宙に飛ばされていくんで、怪獣がビューンって、だから俺は飛ばされていくんだけど、その飛ばされていく時に俺はその地球から飛ばされていく画面をここで見るんだけど、本当にさ、あーって結構本当ね恥ずかしい感じになるんだよ飛ばされてるみたいな俺バカみたいすっげえ面白かったよ、これ早くサマーレッスンやりたいって思ったもん、これすげえ面白かった。いろんなコンテンツがあるんだけど、このゲームオンだとね、もうね整理券が1個のタイトルに1個並ぶしかできないから、もう1日やろうと思ったらまず1個しか無理なんだよね。だからもし次行く機会あったら違うのやってみようと思うんだけど、これマッチって楽しみだよ。いいとこは没入感がすごい、それもこう気がかりになるものがなくはまり込めるから、もうそのゲーム内にすごくはまり込めるから、あれ普通にさ、あれゲーム以外ってプレステ4の画面全部出るよね、だから普通にブルーレイとか見ても楽しいんだろうなと思って、もうほんとこ のなんていうの、覗き込んでるっていうより、もうここの先に自分の世界があるみたいな感じになって、ここの画面見えてるんだけど、ちゃんとこっち向いたらこっちの景色があるし、上向いたら上からこう窓から光が差し込んでるの、ビヤーって、はぁーって上見て口開けてるの、はぁーってね、もうちゃんとこう全周囲に景色があって、自分ちゃんと尻尾入るし下みたい、これは楽しかったよ、これ無料だよ、これあ無料じゃねえや、ごめん嘘ついた、1500円だ、この5月までやってんじゃん、これ5月30日までやってるからね、これゲームが好きな人というか、かつてゲーム小僧だった人たちもいた方がいいかもしれない、すげえ懐かしいから今気づいたけどこんな時間なんだね俺1時間以上このネタやってたの、ただいま。おかえりなさい。楽しかったからよかったよ。そう。あれ？あ、やばい。あ、固まったかと思った。え、これみんなついてきてるか？今頃言っても遅いけど。これはゲームに興味がない人にとっては拷問だったね。でもゲームが好きじゃない人はじゃないっていなくない？ちゃんと最初から食いついてきてたよ。あんた幼稚してない。認定してあげる。いや、そう、
1MZT3 からするともう久々のこの PSVR だけど、これやばい、絶対ね、さっきもね話したけどね、絶対争奪戦になるよ。どう考えてもこれぶどまりがいいと思えないもん。数作れるもんじゃないもん、これ絶対。もう絶対これさ、ソニーストアとかでさ、抽選もしなくって、先行エントリーもなくって、何月何日とメール登録した人がここだよって言って、結局そこっていう情報が SNS かなんかでバーって拡散して、同じ時間帯に用意ドンってやって、サーバーが詰まって、夜通しみんなが繋がらねえってパターンだ、これ絶対。楽しみだな。俺でも超えると思うっす。どうやろう。いや、超えるんじゃないですか。つっちゃんって言っちゃった。つっちゃんはね、プレステよりも安くないとって言ってた。俺はね、ゴッキュッパ税別とかって呼んでるんだけど。違うかな。え、そうなの？あれ、デベロッパーカンパレス。オキュラスリフトが専門。あ、そうなの？ドスグはいくらなんでしょうね。ソニーショップ、ライブ、アット。それはそれで嬉しいんだけど、金額分かったら。もうね、もうどうだろう。だからね、でもね、結構高くても争奪戦になるんだろうな、最初。やだな。あのね、頑張る。新人店員さんには荷が重い回でしたねって。つらかった？大丈夫？大丈夫だって。大丈夫だって、本人は。前に言ったらそう言うしかもう、じゃあ仕方がない。次行くよ。仕方がないから。あ、マジで？ちょっと15日楽しみだ。もう3日後じゃん。うわ、楽しみ。ソニーがカンファレンスですっていう話が出回ってる。いや、でもそれは楽しみ。オキュラスリフトって10万円するのか。だから、あれはだってもう、ね、さっきも言ったけど、中身というか、がもうそっちに入っちゃってるよね。うん、10万までいかないでしょ。うん、だからなんか一時期カナダかどっかがチラって出したのが8万じゃなかったっけ、うん、俺だからそのぐらいすんのかなって思ったりするんだけど、まあ、でも昔 PS4 の価格ぐらいって言ってたんだから、それぐらい出してもらわないと。あ、言ってたっけそんなこと。昔言ってた。あ、そうなんや。あ、そう、今さアンジェル言ってるけどさ、この今のシェアで行くと全部世界の方にばらまかされそうだね。国内の筐体回ってくるのめっちゃ少なそうじゃない。なんかソニーコンピューターエンターテインメントジャパンないしアジアと一緒になっちゃったし、名前も今変わっちゃったしね。もともと PS4 遅かったしね。なんかどうする、国内だけまた発売日が後とかって言われたら。いや、待つしかないでしょ。まあそう、抱き合わせるまで売られる。いらねえよ。プレステ4なんであると思ってんだよ。まあ、いらねえよ。知らないでしょ。逃げては乗ってもすぐなくなっちゃうのもあるしね。まあ、いらねえよって言ったってかもしれないし。プレステ4の流通用に比例しそうですね。もうや、まあ、URL 省略。次行こう。もうね、非常に時間がやばい。今日どこまで行くんだこれ。これまだ無理だぜこれ。とりあえず新しいブルーレイディスクレコーダーの話をしていいか。本向けタイトルと一緒に出すよとかありそうですし、しょぼん。あのね、ちょっと一応ね。URL 省略。日本向け
付けタイトルと一緒に出すよとかありそうですし、ショボン、ソニーショップ、写真撮ってきたから。URL 省略。ね、どれだ。待って、ちっちゃすぎてわかんねえよ。特大アイコン。これで見ようか。まずはね、これ。これが新しいブルーレイディスクレコーダーだよ。じゃん。これ。あのね、あら、ごめん、見えない、見えない。まあ、これそんなに引っ張って話をしようとは思ってないんだけど、まだ現物来てないし。一応これね、ソニービル銀座、銀座ソニービルで、実機があったので、触ってきたんだけど、これがね、ホーム画面なんだよ。もう、これ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、削除から始める。ちょっと待ってよ。待ってよ。待てよ。はっ、ちょっとみんな酔う、これ酔わして。酔うがいいさ。あれ、ちょっと待った、トップ画面がありません。撮り忘れたね。あれ、そんなことはないはず。あ、本当にない。え、嘘だろ。え、あ、マジでない。あれ、いや、マジでない。まあ、いっか。まあ、いいや。とりあえず、そんなの見ようわけが、おろろろ。これがね、あの、ホーム画面なんですよ、これ。で、要はここのね、もうね、シンプルに録画する、視聴する、削除、編集、ダビング、設定、お知らせっていう、この 1,2,3,4,5 個の、あの、超シンプルな、あのね、どっちかっていうと、あの、最近のブルーレイディスクレコーダーについてた、楽々スタートっていう方のボタンを押したら出てくるみたいな画面。あのね、白ベースです、これ。白ベース。で、録画するっていう方をやったらっていう画面を見せようと思ったのに、ないのはなんでだ。なぜだ。ないものはないので、ない。あとは、Gマスターレンズばっかりだ。あのね、番組表、声が裏返った。番組表がね、これ良くなったところです。番組表がね、めっちゃ見やすくなった。あのね、これがね、最大の9番組、テレビに9チャンネルでってなります、これね。で、かなりね、新聞の、なんていうの、新聞のね、裏の画面にすげえ似てる。背景が白。なんつってる？フォルダはこれまで同様自動作成でしたか？フォルダ？これまで同様自動作成。フォルダは自動作成だったけど、なんか編集云々できるって書いてなかったっけな。そんな気がする。ちょっと待ってね。先に。でね、番組表がね、やたら見やすくなってた。これだけは見やすかった。本当に見やすかった。で、何が見やすいかって、そのね、番組のタイトルとは別に、その番組内容ってあるじゃん。あれって今までね、番組開いて中の説明って見ないと、わかんないんだけどね。またあれスクロールしなきゃいけないんだけど、レコーダーで超めんどくさいんだよね、あれ。それがね、ほら、これ、これ一番ちっちゃい状態なんだけど、タイトルの下にどういう内容かっていうのが、
結構見えるのこれで、選んでるとここのさ下にもちゃんと出るの、ビロビロビロンって。これただニュースエブリーって書いてある。これダラダラって、だから2箇所にね出るようになって、これカーソル合わせてるだけだよこれで。あのこれリモコンはまあ普通なんだけど、これがこれ7チャンネル表示、だから9チャンネル表示するとすごく細かくてもいいんだけど、割とソファーに座ってこうやってビッてするとどう考えても見えないんだよ。あの結構見えないで、これがね7チャンネル表示で、これ9チャンネルか。これでも結構見やすくない？この画面すげえいいよ。これが4チャンネルだ。4チャンネルにしたら、あのまあそれはそれはでかい画面にさ、あのこうやって表示してくれるからすげえ分かりやすくなるけど、まあちょっと見渡し感はかなり減っちゃうかな。でも遠くで見ても、例えばあの年配の人とかだったらもうそれこそ字が大きくないと、そんなことねえか、あれ、あの字が見えにくいっていう人にとってはね、この4チャンネル表示っていうのはまあまあ見やすい部類に今まで入ってたんだけど、今までのレコーダーなんだけど、9チャンネル7チャンネル4チャンネル表示っていうのは全く一緒、実はこれ変わってないんですよ。ただね、表示の仕方を変えてるのでやたら見やすくなってるってことです。まず1個かね。うん、あのねすごく見やすくなってる。でこれね表示変えれんの、あのこれすげえのがね、あのほらここさ、さっき9チャンネル、どこ行った、9チャンネル7チャンネル4チャンネルっていう表示があるんだけど、それぞれの9チャンネル7チャンネル4チャンネルの時の表示する文字の大きさを大きめにするかちっちゃめにするかって選べるのよ。そうするとあのだからカスタマイズができるっていうこと。これ大きめ、あ、これ大きめに、9チャンネルで大きめにした場合、9チャンネルでも大きめにすると表示する文字数は減るんだけど、なんていうの、全体見渡したまんま大きい字だから結構見やすいんだよね。でこういうのが潰れないんですよ。これね多分よく撮る人は知ってると思うんだけど、このさ、まあ例えばこのすごい短い分数のやつ、5分番組とかしかないやつがあるんで、こういうやつ、これね普通ね、ほとんどのメーカーが省略する、線になっちゃう、見えない、うん、なんだこれみたいな、わからない、これねこれちゃんとわかる、ちゃんとで、ちゃんと個別にね全部予約録画できるように選べるようになってて、もちろん選べばちゃんと中身を詳しく表示してくれるので、この辺は結構優しくなってる。とりあえずいいところを言うよ。あのね、テレビ番組表はすごく良くなってる。で、じゃあ逆に、じゃあ4チャンネル表示で少ない番組数で小さめ文字を選んだ場合どうなるかなと思ったの。で、やったらね、これ。要は、1個の欄のとこにほぼほぼのテキスト文章全部入っちゃうっていう。だから、階層を掘らないまんま、そのまんま、あの、見たいよっていう場合は、これも、まあありなのかなというか、もう開かずとも全部内容が、番組の内容が見えちゃうぐらい表示ができてしまうので、まあこれはね大きめと普通と小さめってあって、まあそれぞれ974ってあるから、それぞれ自分で決めればいいので、あの使う人によって、例えば年配のねおじいちゃんおばあちゃんが使うよって言うんだったら全部大きめにしておいてあげてもいいしね、あのよく使うやつをもう設定しておいてあげればすごく見やすくなってます。めちゃめちゃ見やすいですこれは、ね、でこれがね予約する画面で、予約する画面はね前までは結構横に並んでたんだよね、予約するとか予約設定とかが、今回ねこっち側に来てるね、前までここにこの辺に並んでたんだけどね、まあ、この違いは大して気にならないんだけど、まあ、割とねここがね見やすくなってる縦で。で、これがさ、予約設定の画面、ここもほぼほぼ一緒、録画先選ぶとか毎回録画とか、
上書きするかしないかとかモード選ぶとかグループ選ぶっていうのはこの辺は同じです。これ変わってない。だからそれは使い勝手は全然変わらないです。であとは、予約ランキングっていうのがすぐすぐ見れるようになっていて、これ俺はそこまで使わないなと思ったんだけど、ちょっと便利だなって思ったのが、まあ、今でもそうなんだけど、さアニメが始まる瞬間の時あるじゃん、みんなどれ見るんだろうって思うのでアニメってめっちゃ多い時に、まあ、片っ端から撮ろうとは思うんだけど、その中でも逃してほしくないなってやつをみんなが撮れる予約してるやつは押さえとこうと思って、一応ここに出てくるやつはよし、これもう毎回予約決定しとこうと思って出して使うから、まあまあなくても困らないんだけど、まああったら使うかなって感じだったかな。予約ランキングは、まあ、全部見やすいところにあってね。でまあそれはいいんだけど、あとおまかせ丸録とか、検索も画面のレイアウトが変わっちゃった感じになってるだけで、やってることは一緒です。どっちかっていうとだんだんこっちの左から右に寄っていく感じで、メニューの操作するときに普通決定ボタンで行くよね、ピッピッピッて。で普通決定ボタンだけで行ってあと戻るなんだけど、今回からね右でもこっちにどん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 奥階層に入れていけるようになってるから、右左でも動くようになってて、割とそこはね割とわあ一回考えてるんだな君たちってごめん野草によってそこは良かったよ、そこはいいとこだった。でこれは予約したやつだね。でこれおまかせ丸六もまあまあ今までとほぼ同じようにあれ使えるでしょ。で今度は録画したやつを見ますよっていう時、まあ録画したやつじゃないや、もう見ますっていう、これねその俺らの感覚でいくと、また番組選ぶよ録画選ぶよってなるんだけど、その年配の人って分からないでしょ、とりあえず録画したいのか見たいのか何なのかが分かんないよっていう時に分かりやすくしたから、とりあえず見るっていう、とりあえず自分が見たいっていう項目の中にテレビを見るよとか録画したのを見るよっていう分け方になってるから、おそらくねこれのねいいとこはね、自分で使うのもそうなんだけど、よく自分の親とかじいちゃんばあちゃんとかその機械に疎い友達とかに売った時の、よくあるじゃん、売った後に分からないんだけどって言われて電話で説明しようと思ってもなんで分からんのじゃってなる、でそこのなんとかに行ってねって説明してたら、もう自分ではもうすでにその階層掘って行ってるつもりなのに、実はまだホーム画面のとこで止まってたっていう、電話の説明の難しいイライラがこれは相当減ると思うよ。もう色でも説明できるし、今どれ選んでるよねっていうのが説明できるから、それはね今までのねブルーレディスクレコーダーと比べて電話でサポートがしやすくなった。身内にイライラが減るよ。これは結構でかい。でね、まあ気になるのは、まあ俺らの中では録画した番組を見ようってした時のことなんだけど、ここのね録画タイトルを視聴っていうのを押したらね、もう最初からジャンル分けされてる。今までのブルーレイディスレコーダーは撮ったやつが十字でダーって並ぶか、黄色ボタンを押して初めてジャンル設定とかに変わるんだけど、で大体まあ俺はそうだけど、みんな多分黄色ボタンを何回か押してジャンルが出るようにしてるんだと思うんだけど、これはね最初から全てとかジャンルとか、ニュースとか、でもここにね振り分けがねまた向こう側に並んでるんですよ。でそこから、まあ、全部でもいいしジャンルからでもいいんだけど、選ぶとここにバババってこう分かれたやつがそこのカテゴリーに属したものだけが出るようになってる。だから、ね、これはね結構前向きに捉えられるよ。これはこれで便利便利、使っててね悪くなかった全然、これは良かった。で例えば便利だったのがこれかな、たまたまピタゴラスイッチっていうのが2個かな、2タイトルってなってた時に、
タイトル個別表示、それはこれ初めてここで黄色ボタンを押すんだけど、そうした時にここにピタゴラスイッチっていう1個のそのフォルダのタイトルが出た下にその塊が出るようになってない。で今までは全部が切り替わってピタゴラスイッチのやつしかないから、ピタゴラスイッチのフォルダの中に入った2個しか見えなかったんですよ。それがパカッて開くだけだから、上下はそのまま生きてるんだよね。だからその連続した中にいるから、ピタゴラスイッチの中を見ながらそのまま上にも下にも別のタイトルのところに行き来もできるようになってるから、あの入っちゃったフォルダからまた上に上がってっていう、なんかその出たり入ったりっていう面倒くさいものがなくなってる分、これは頑張ってる、これは認めてあげて、これは良かったよ、実際に触ってみて。これはね、使いながらね、あのどっかイチャモンつけようかなと思ったけど、あこれいいじゃんとか思ったぐらい、ここは良かった、これはこれ良かったです。で、あのね、これだ、なくなってるのが、例えば1個の番組の中にこんだけできるよっていう、まあこれは階層掘れるんだけど、例えばタイトル名変更だとかチャプター編集とかそういったのはあるんだけど、あのあれがなくなってる、あのタイトル結合とタイトル分割みたいなのがなくなってて、あの多分ね、今までね、これ上限タイトル数がね999までしか入らなかったの。もう本当にポンコツだと思うんだけど、999ってね、アニメ撮ったらもうあっという間だよ。だって1個のアニメで25とかさ、ね、10とかが、だって春夏秋冬に1回に10ってやつがいっぱい溜まるのに、999なんてあっという間に頭打ちするのに、あの管理数が990で頭打ちするってありえないからね。それもだってハードディスク容量が余ってるのに、タイトルが999までいったら録画しないんですよ、今のレコーダーで。たまにずっとシリーズで撮ってたのに止まってんの、あー腹立つっていうのがあったので、も今回のねレコーダーね、やっと1万タイトルになった。だから1万あれば全然大丈夫、もうアニメ撮る人は大丈夫、もう少々貯めても大丈夫。だから結合多分なくてもね、割とどうにかなるようになったし、1個のタイトルフォルダーでいっぱい貯めれるようになったんで、これすごく便利になったのと、まあ、あとさ、ハードディスクの転送とかも一応 USB3.0 に上がってることもあって、おそらく転送スピードも速くなってるから、あの外付けから内蔵から外付けっていう、そのダビングとかも割とねスムーズにできるようになってて、そこはいいと思う。あのちょっとだけ不満を言うと、CQ ボルト対応じゃないんだよ今回で、まあ、CQ ボルトがどんだけ使えるもんかっていう話もあるんだよ実際のところ。あれどこだったっけな、あのね、あのなんだっけな、ぶっちゃけ今 CQ ボルトあってもほぼほぼね互換が取れてないやつわらわらあるらしくって、自分とこのメーカー感はどうにかなるらしいんだけど、メーカー超えるとね、なんかちょっと不都合があったりするんだって、不具合というか動かなかったりとかあるんだけど、でも CQ ボルトに対応してほしかったっていうのは、要はレコーダーを買い替えるじゃんね、例えば3年経ったら買い替えようとかね、5年経ったら買い替えようとかあるで、サイクルがあるじゃん。その時にCQ ボルト対応だったらね、でこれからずっと CQ ボルト対応ですよってなってたら、録画してるやつをブシュって抜いて、例えば新しいレコーダーを買い替えましたっていう時に、別に転送とかしなくてもブシュって挿したらそのまま使えたらそれでハッピーなんですよ、ね、別にだってソニーのレコーダー買ってソニーのブラビア買うんだったら、そのまんまハードディスクブシュってつけてみれたらそれはそれで嬉しいことでしょ。だから最低限それだけやってほしかったんです。だけど CQ ボルト今回対応じゃなかったんで、なんでじゃーってちょっとムカついたこれはある、はい、だけどあの中のそういう録画機能と再生機能のところはね結構いいっす。で、あの削除も問題がないのと、あとなんだっけ、ダビングもね、あそうそう、ダビングも一応どうやるのかなと思ってたら、あのね、あ、ごめんね、今見てないけど。ソニーショップライブアップ URL 省略。
してさ、察してさ、あ、そ、あのね、その話もちょっと今しようと思ったんだけど、こっちか、あのね、そうそう、でもそうなんだよね、だから1タイトル13話って言ったらね、もうほんとすぐ頭打ちするんだよね。フォルダーはこれまでの自動、あ、そうそう、フォルダーは勝手に作ってたんだよね、そうそうそう。で、あのね、あのテレビを録画する、見るっていうのに特化すれば悪くはない、はっきり言って。で、ナスネでもいいんだけど、なんていうのかな、やっぱりね、トリプルチューナーが最初から入ってるよとかさ、ね、ハードディスク2テラ入ってたら外付けつけれるっていう容量の多さと、まあ、ディスクにも焼けるよっていうところとかね、まあまあ、まあまあよくできてるって、ね、タイトルダビングっていうところを見ると、要は内蔵からハードディスクからディスクにしたいかとかっていうところも全部聞いてくれるんで、ほぼほぼこれだと、わからない人でも割とね、ちゃんと連れてってくれるんですよ。だから割と分かんなくてもできるんだっていうのと、あとね、設定画面がね、一覧でいっぺんに見えちゃう、その一個ずつ確認をするんじゃなくって、今どういう設定になってるよっていうのが一発で見れるところもあったり、ね、これがあれだね、これ 4K アップコンバートの入り切りがあったりで、お出かけモードの転送の、サイズが4つ選べるようになってたり、ホームサーバーの設定も同じだった。あ、これ聞くの忘れた。あのね、ホームサーバーのね、これはちょっとこれが今どうか分かんないんだけど、俺今の現行モデルのね、ホームサーバーのちょっと気に入らないところがあって、上限が10個しか入らないんですよ。コキというか、クライアントが。で、自動にしてたらね、あっという間に頭打ちすんの。で、もう手動にして入れていかなきゃいけないんだけど、ナスネはね、48個、あれ50個ぐらい入らなかったっけ？結構ナスネはたくさん入るのに、あのね、クライアントの数がね、少ない。現行モデルは。で、これはちょっと新しい方も多分変わってないんじゃないかなと思うんだけど、そこはちょっと増やしてほしいなと思った。はい。でね、あとは、あ、そうそう、あとね、これみんながちょっと気にしてたやつ。これフロント表示、これちゃんとほら、これほら、チャンネルとか、再生したら分数が出るとかはちゃんと出てたよ。これホーム画面とかホームとか出てるから、ちゃんとディスプレイ表示はするようになってたよ。そこは大丈夫だった。あ、これ一緒か。で、そうそう、隣にね、現行というか現行モデルのブルーレイディスクレコーダーがあったから、ずっとこうやって両方でこうやって比べてたのかって。もうすげえ意地悪なやつだったって。ソニースターのお姉さんめちゃめちゃ優しかったけどね。はい、そう、これ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 が、現行モデルであるやつがこれ、タイトル結合とタイトル分割、これかな。で、部分削除だったこれかな。この2つがね、現行モデルにはあるんだけど、これがね、新モデルにはないです。ほら、あ、俺ちゃんと撮ってんな、偉いな俺。あ、タイトル部分削除あるんだ。で、ここにほら、さっきのなんだっけ、タイトル分割とタイトル結合がなくなっちゃってたの、これね。あ、これもおしまいだ。で、ね、あとはね、なんだっけ、あとはごめん、あと見ないと忘れた。今思いついたとこ全部喋ったんだけど、あとね、良くなったのがね、あれ、あ、そう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 、そう、消したい時もね、どれ消し、テレビサイドビューって出てね、どれだよって思う、いつもそう、それは思った、うん、そこ改良してほしいね。で、あとね、なんだっけ、スマートフォンとかタブレットで見れる台数が同時2台になったんですよ。前はね、1個で見てたらね、もう1個で見れないとか、テレビで見れないとかあったんだけど、テレビで見ながら、タブレットで見る、スマートフォンで見るっていう2個まで配信同時出力ができるようになったから、そういったイライラもね、減った。
あのそこも減った。で、ね、あとなんだっけ、あの 4K ブラビアモードと 4K アップコンバートは、うん、よくわかんねえよくわかんないです。あのこれブラビア次第でよくわかんないです。あのだから前ほど、上位機種があって、そのなんだっけな、いろんなアニメとかいろんなものに対しての、そのいろんなノイズリダクションだとかこったのこんなのやってますよみたいな主張は今回かなり減っちゃってるので、あれって思うところはあるんだけど、まあ、実際どう繋いでみるかだね。その 4K ブラビアに繋いでどうとかさ、今自分の持ってるモニターに繋いでどうとかってあるんだけど、それを繋いで出してみないとちょっとわからない、はい。で、押村くんは残念なのはね、ね、多分ね、これはもう一般にみんなが思ってるストレスなんだけど、4K ハンディカム買うでしょ。ね、4K ハンディカム買って入れ場所がないんですよ。みんなどうしてるかっていうと、パソコンにつないでパソコンとかの外付けハードディスクの中に保存してるんです。これが見ない、パソコンのハードディスクほど見ないものはない。で、 4K ハンディカムはイベントがあるごとに持っていきたいから消さなきゃいけないんです、ここ。だから自動的にパソコンの外付けハードディスクの中にデータがどん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 溜まるんです。だけどみんなに見せる機会がないんです。どういうことだってなる。で、みんな、ファミリーが期待してるのは、4K で撮って 4K のまま綺麗で見たいっていうのもあるんだけど、誰かにプレゼントしたいんですよ。ね、例えばそれこそ親戚にあげたい、身内にあげたい、ね、例えば相手がブルーレイディスクかもしれないし、 DVD かもしれないしとかね。もちろん 4K で何か作れればいいんだけど、ね、だって 4K のディスクでできるっていう、コンテンツをさ、そのバックアップするっていう安心感があるんですよ。あのね、もうかなりコンテンツを見るための物体を買うとか、ね、なかなかもう難しくなってるでしょ。めっちゃ好きだったら買うけど、で、あとは録画した番組をブルーレイディスクに入れるのもめんどくさいじゃん。もうディスクに入れたら見ないから、もうほぼね。で、レコーダーのハードディスクにくっついてる分なら、レコーダーはテレビに直結してるし、あのスマートフォンにも直結してるから見れるんだけど、パソコンのハードディスクに入っちゃうと割ともうほんと格納されてしまってどうしようもないんですよ。だからそのパソコンスキルのあるお父さんが頑張るしかないんですよ。あと、いや、じゃあプロレイディスク頑張って作りますとかさ、あのベガスプロとかなんか結構ハードルの高い編集ソフト使ったりとかさ、あとプレイステーション、なんだっけ、違う違う、プレイステーション、プレイメモリーズホームでどうにかするとかっていうことになるんだけど、割とそこってね、ちょっとね、そのホームでなんとかするっていうのとやっぱ違うから、やっぱりブルーレイディスクレコーダーにそこを期待してしまうんだよね。で、そこができないってなると、やっぱりそれはがっかりしちゃう要因の一つになっちゃう。パソコンで編集した動画をパソコンから転送できるようにしてほしい。ね、これがね、難しいところなんだよ。もうね、スキルの差ができちゃってるんで、誰もがじゃあこれでいいよって済むところに 4K が今ないんですよ。4K 撮ったら 4K をみんなで見たいんです。みんなにお裾分けしたいんです。それができない。4K で撮って、そりゃすごい頑張る人は YouTube に上げるとか、いろんなことするけど、誰もができることじゃない状態なんで、できるなら 4K で撮ったハンディカムをガチャンってつないで、 4K のデータが例えば格納されて、で、仮にだよ、仮に例えば、ね、まあね、2K のブルーレイディスクに落とせますとか、 DVD が作れますでもいいんだよ。で、今はそので入れたものが見れますだけでいいんだよ、別に。で、将来的にそれが転送とか、それこそさっきの CQ ブルーじゃないけど、外付けハードディスクに入れたやつが新しいレコーダーが出た時にそのままブシュッて差し替えて、その将来使えますよ、でも全然違う。だからそういうのを期待してる人たちも確かにいるのところからすると、このレコーダーはちょっとそれがないっていう不満はやっぱりあるよ、やっぱり。
そこはね、やっぱりそこに期待してるでいるから。で、あともう一個は静止画。静止画もやらない人は一切やらないです。もうテレビを専用に撮るものとして使ってる人はやらないんだけど、ちょっとまれにね、カメラとかに写真が入ってたりとかするとちょろって入れたくなるんですよ。だけどこれ今回はカメラが全部ない、全く取り込みもないし、焼くこともできなくなっちゃってて、だからそれ、まあ仕方がないといえば仕方がないし、まあいいんだけど、言わせてもらえば、あのね、あとあれなんだっけ、要はみんなさ、今割とカメラで盛り上がってるじゃないね、アルファ7、アルファ6300ね、ほんで RX1 とかいっぱいあって、こんだけカメラが盛り上がってて、で今プレミアム率モバイルはまあいいよ、まあ、頑張ってると思うよ。パソコンの中に入ってるソフトウェアで頑張ってると思うんだけど、だから先週も言ったけど、これがない、これがソニーにはこれがないんですよ。何回も蒸し返すけど、俺は絶対許さないけど、なんだっけ、名前忘れた、なんだっけ、コンテンツサーバー違う、ほにゃららほにゃららほにゃららら、察してサーバーじゃなくて、俺忘れた、もう忘れたぞ、名前なんだったっけ、お皿のやつです。写真を入れるってやつを一世代でやめちゃったんですよね。あれを やめたなら、例えば、あ、コンテンツパーソナルコンテンツステーション、そう、今のブルーレイディスクレコーダーとブラビアにかけてるのはそこ、ピコリンサーバー、ピコリンサーバー、そうそう、だってみんな撮った写真をでかいので見えるよって言ってカメラガチャンってつないで見るのはその時だけであって、取り込んじゃったら見る機会が減っちゃうんですよ。だけど例えばバッファローの思い出箱とかキャノンの出してるやつとかってね、入れたらいつでも写真とかをテレビとかディスプレイで見れるんだよ。で、じゃあソニーはこれないんだったら、ブルーレイディスクレコーダーとかに期待がかかっちゃうんです。こっちがあれば別だよ、ないんだから、ないんだったら頑張れ、頑張らないんだったらこれ出しなさいよっていう話で、そうパーソナルコンテンツステーションね、あのね動線が切れてる、これだけはね何回でも言うよ、もう恨み節のように言うよ動線が切れてるね、そうなんです。やっぱりナスメモでもいいんだけど、やっぱりネットワークで入っていくからね、もうね、そう、パソコンで行けば楽ちんなのは分かるけど、ちゃんと、だってちゃんとバッファローしかり、ね、キャノンしかり、こういうの出してちゃんと成功してるからね、成功してるっていうかちゃんと認められてるからね、ちゃんと。だからこういったのがないからブルーレイディスクレコーダーに期待がかかってないから叩かれるんです。いいですか、自分のせいです俺長いねこんな時間だね。だからね、だから今回のブルーレイディスクレコーダーに罪はないんだけど、今回のブルーレイディスクレコーダーは本当にテレビ番組を録画してテレビ番組を見るっていう流れで使うと、俺は割とこれは使えるなって思ってます。ただ例えば CQ ボルト対応してほしかったとか、カメラのその写真をため込んで何か出したりね、いろんなことができる方が良かったとは思ってるね。だって今までできてたからね、今までも写真の機能がないんだったら言わないけど、あったのをなくしちゃったんだからね。だからね、
あのそこはね、あの多分おそらくみんななんとなく抱えてるモヤモヤが多分こう多分出てきたブルーレイディスクロークオーダーのところにバーッと集中しちゃったところはあるから、あのそういった意味ではね、あのもうちょっと頑張ってほしいね。あの例えばそのさっきその 4K のなんだっけレコーダーってまだね、あの多分これからだと思うんだけど、もし出るんだったらあのちょっと中途半端なのやめてほしいね。あのちゃんと 4K も撮れるこのテレビ番組だけじゃなくて 4K ハンディカムの撮ったものをディスクにできますとか、写真の管理をどういうふうにして写真のものをどういうふうにできますっていうものにできればなってほしいというか、これでやらないんだら別のにも出してほしいし、そこがないっつうのはちょっとどうかと思うな。もしくはブラビアとかに外付けハードディスクをくっつけて、そういうできるこう、ね、コントロールができるソフトウェアが入りますとかね、でそういうところまではねちょっとやってほしいなと思うよ。ごめんね、なんか途中から愚痴になっちゃって。だからこれはね、あの単純にあのテレビ番組を撮ります見るっていうあのアニメ大好きっ子にはかなりいい感じあとあの家族に使ってもらうにもめっちゃ楽ちんでいい感じ、そこはあります。だからあとはもうそのね、あの振り分けてというか自分の使うものとちゃんとリンクしていれば俺はいいんじゃないかなと思ってるからね。あの今までのレコーダーでテレビ番組の間のやってたストレスはかなりかあのなんていうの、解決してくれるというか結構気持ちよく使える。タイトルが999じゃなくなったのだけでも俺は嬉しいけどね同時配信は嬉しいですね、はい、そうだからね、めんどっちいことが多いんですよ。だからもうちょっとね、本当これ使ってて思うよ。本当シンプルだよ。あの結構誰でも使えるし誰でも感動しちゃうと思って、これ本当にいい商品だと思ってくるぐらい。だからこういったものはね出してほしいと思うけどね。はい、ということで第二テーマで引っ張ってしまった。これはどうすればいい。今つちゃがもうね眠そうですむちゃくちゃ眠そうですこれね。ちなみにちょっとみんなあの調べてほしいんですが、今日プレイステーションネットワークは生きてるかな死んでるかな、どうみんな教えてくれよ俺に。プレイステーションネットワークどうかな、大丈夫なのかな、俺も調べようか。 PSN ダメだね、マジで、うん、マジ金返せって書いてある人がいるってことだ。6300のプレゼント購入、うん、今週も怪しいんじゃないですかね。あ、ほんまや、正面モップは赤になってるからね、無理っぽいです。ほんまやちょっと変なのが出てきた、案外がめっちゃ叩いてる案外がめっちゃ叩いてるダメダメ叩いちゃダメ、そんな叩いたらこれ放送しとけばな、ダメだよ放送できないめっちゃゴンゴン叩いてたよ今あ、ダメだ、日本が真っ赤、これでもマジでやばいよ、もうちょっと笑い事じゃ済まなくなってきてよ。俺も自動課金オフにしたよ。うわぁ、うわぁ、これマジかよ。ずっと週末使えないの？その週末だけだよね。うわ、なんか違う、なんかすごい顔が出てきた。まずいぞ、ここいろいろ。PSN で検索したら、いろんなのが出てくる。うん、まずいよね。はい。って言って、あのパセリそれ裸のやつ出しちゃダメだよ。だよ。じゃあどうしよっかな、これ6300までいっちゃっていいのかな。まだやんのかって思うかもしれない。どこまで行ったんですか、寝てましたよ。うん、え？まだね、今ブルーレイで作るコーナーが終わったところ。
これごめん下の方来週で。うん？宿舎あのね、あのうん無理だねこれ。アルファ6000。忘れて。アルファ6300の実機レビュー。まさか今からやるのか。俺もう水飲んだこれ。今飲み物飲み干してもう喉痛えよ。あ、なんか買っていきましょうか。あ、いやいや大丈夫大丈夫。あ、でもあ自販機でいいよ自販機で。ちょうど自分も喉乾いてた。あ、本当？はい。ちょっと待って、ね。あの、ちょっとつっちゃんにもジュースを買ってきてもらおう。つっちゃん、俺炭酸水。ごめん。お願いします。はい、何でもいいです。あの、500ミリで。了解です。ごめん、パシリン使っちゃってごめん。いいあ、でもね、まあいいや、まだ帰ってきてからでいいや。これね、つっちゃんがいないとね、成り立たないんだった。なぜなら、あの、被写体を追っかけるっていうやつを、あ、ごめん、鍵かけてるわ。右側だけ。右の下、そこです。はい、それで、あ、そう。これ、みんな大丈夫か？これ多分、あの今からじゃあ、ハルさんにやってもらおうか。ハルハル、二次元中継でやろう。反応しねえよ。全く無反応だよ。寝てるな、こりゃ。やつめ。ちなみにね、これが、アルファ6300です。これは RX1、R2 です。で、こっちがアルファ6000です。これ。あのさ、結構さ、大きさ、ほぼ奥行きがちょっと増えたぐらいかな。割と変わってないよね。ねえ、あのね、これね、アルファ6300用、じゃあ6000用の、これ、ケースなんですよ。これがね、ほぼ無理なく、どっかに無理があるのかな？あ、でもまぁちょっと形状が違うな。やっぱり、つくのはつくけど、やっぱり専用買って。専用買おう。やっぱちょっと違うね。くっつくのはくっつきます。応急処置で。でね、こっち、これがね、アルファ6300なんだけど、あのね、すでにね、この、ボディのね、質感がね、めっちゃ、いい感じになってます。あのすごいこの金属のね、このすごい剛性感が全然違う。あのまあ、これはこれで良かったんだけど、軽いしすごく軽いし良かった。あれちょっと待ってよ。なぜあそこ点滅してる？あれ給電し、あれちょっと待ってよ。なんかね待ってこれバッテリーで動いてたってことないよね。あれなんでこれ録画してんの？なんで録画どういうことだこれは。ん？バッテリーは大丈夫だけどずっとこれ録画してたの？バカじゃないの？これいっぱいになったらどうなの？ライブ止まっちゃうのか？とりあえず様子を見てみよう。このどうなるんだろう。これ一回もし切れたらもう一回あのライブのやつ削除してもう一回つけてみる、ね、あれこれはこれでも一個単独でこれで使えるんだから全然いいな。でね、
何から話そうかな。ソニーショップライブアット URL 省略女性部屋44オイラハ起きてるのにエプシロンブーブーソニーショップライブアット URL 省略。何から行こうかな。あのね、メニュー画面の内容からね、ちょっと見てみるとね、これつけようか。これ俺がだけこのちっちゃい画面見ててもわけがわかんないのね。ちょっと待ってよ。今靴脱いじゃった。若干俺も眠くなってきたんだけど、でもまだ大丈夫。今日はでもつっちゃんがいるから、つっちゃんに動かしてもらわないと。こっちか。これで出るかな。ちょっと待って、危ない。これでこれで、あれ、いや、ちょっと待ってよ。よし。ダイヤル0782、お酒飲んでなかったでしょ。まるまる。ソニーショップライブアット URL 省略。はい。1,2,3,4,5 決定。1決定。あれ、あー、なんなのこれ。 USB、 あれ、ちょっと待って。あごめん、 H ごめん、あの、はい、今のはなかったことにしてください。やっぱ違う、 USB、 マイクロ USB にさしてた。それも MH のコード、ごめん、間違えた。こっちよ、こっち。これでどうだい。あれ、あ、戻った、また戻った、また戻った。えっ、えっ、えっ、これでどうだ。あれ、あ、これでもいいんだ、これでいいんだ。うわ、これ俺が見えねえ。ちょこれ俺が見えないぞ。これでメニューを押すと、あ、出た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 。これがですね、α6300 の設定画面です。一個ずついくね。あのね、表、ね、画面サイズここは一緒かな。実際にはちょっと違うんだけど、これ最大の画素で、縦横比のところは3対2と16対9 でここは、ローと JPEG も選べるようになってて、これローと JPEG を選んでも、おう、これすげえ分かりづらいな、こっちから言うけど、ああ、違う違う、ちょっと待ってよ。こう、待って、何かが違う動きがするぞ。あ、違う違う、ちょっ、あ、こっちか。あ、そうか、逆なんだ、右と左が、ごめん。あのね、ここ
ここがほら、XAVC-S の HD と 4K が選べるようになってます。で、記録設定も、スーパー 35mm の 24P の 100MB です。で、あとこっちが、XVCHD の、記録の設定はこんだけ1,2,3,4,5 読むのめんどくさいから5つね、5つあります。もうこの辺からでも全然根本的に違います、ね、ありがとう。で、ハイフレームレート設定っていうのも、30p の 16MB と 24p の 12MB の2つが選べるようになってるよ。ここは一緒だね。ブラケットは一緒で、フラッシュも一緒。この辺は変わらず。で、ここもついてるのは一緒ね。違ってるのもね、苦しいな、この体勢。ここも一緒。やばい、悔やんでるや。設定画面に行くよ。なんか逃してるんだったら言ってね。この辺はあ、そうそう、これだ。このね、オートフォーカスの AFS の優先設定ってやつを、フォーカス優先とかリリース優先とかバランス優先とかを変更できるようになりました。これもね、α7 の、7-2 シリーズについてる機能なんだけど、この α6300 にもついてきました。で、あとほら、サイレントシャッターもあり、ほら。これがでかい。これがね、新しくついてます。それから、ここはいいや。で、このカスタムキー設定、ここ。今までね、撮影側のカスタムキー の設定しかできなかったんだけど、あー、いつ、このね、あー、まだ。よいしょ。ここカスタムキーの再生側の、ね、設定もできるようになりました。ここほら、スマートフォン転送を選べたり、削除とかね、ファインダーモニターの切り替えとか、ね、これがね、再生時の時のショートカットキーというか、ダイレクトキーで押せるようになったので、押せるというか選べるようになったので、これはね、すごくね、便利じゃないかな。拡大とかね、これとかね、ライブ@URL 省略。ここがね、新しくついた機能。私はそうでしたか、ね、よいしょ。で、あとはね、ダイヤル黄色と、あとは変わらずかな。ね、こういうのも全部新しくついてる。つもりがあったわけじゃない。ガンマ表示アシストとかも出せるようになったんだよ。ね。はい。ね。あとはね、ほぼほぼ一緒かな。機能的にはね、その辺がつくようになりました。はい。で、あとはね、さあ、早速。ちょっとね、やってみたいと思うんだけど、ちょっと待ってね。喉が渇くよ。待ってよ。さあ、つっちゃんにね、今からお仕事をしてもらいたいんですが、はい、いいでしょうか。はい。ちょっとみんな待ってくれる、ちょっとだけ。みんな待って。ちょっとじゃあ待ってね。俺もこれ、ちゃんと使えるかどうか。違う。ちょっと待ってよ。みんな待ってよ。バッテリーはバッチリ充電してるはず。よし、音声も切れてる。OK。
なんでだ、なんで。あ、ブルートゥース切ってるからか。あ、これでどうや、これでどうや。ちょっと待ってよ、なんで。ちょっと待ってよみんな、寝ちゃダメだぞみんな。もう一回、もう一回、もう一回ろ、もう一回ろ。頼むよ。はいはい、はい、オッケーオッケー、オッケーオッケー、オッケー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 、はいはい。来てよ。あ、いけそう。みんな今の間トイレ行っててもいいよ。じゃーん、久しぶりに登場。うわちょっと待って、怖い怖い。これをつっちゃんに初めて、動かしてもらおうと思って、はい、その黒い黒い絨毯の上で、はい、はい、いいよ、そこでいいよ、その赤いとこ座っていいんだよ、いいんだよ。はい、これコントローラーです。これで、ちょっと、これを椅子の上に乗っけててもいい？あ、はい、それが一番安全だから。はい、これが一番安全かな。で、これをすごい、あのね、無理な時は手で持ってきて、真ん中に、ここに、はい、よいしょ。これでどうや。これでちょっと今いけるかな、ね、ちょっと。あ、ごめん、落ちた。ここに置いとこう。みんな何が起きてるかわからないだろう、ね、今。作業だ。あ、頭が。ああ、ああ。乗っけるだけだよ。おお。すげえ。焦ってやるの。じゃあね、今からね、あそこでね、男の子が遊んでるやつを。映すね。あ、これダメだ、もう見なきゃダメなんだ。ちょっと待てよ、俺のちょっとどうし、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。フォーカスエリアを拡張フレッシュシブス、こんな明るくなくたっていいんだよ。間違えた、いいぜ、逃げてもいいぜ。あ、こら、下に逃げちゃダメだ。あ、こら、見えないとこ行っちゃダメだ。ちょっと見失った。そっち行っちゃダメだ。ちょっと画面から見なくなった。どういた、あれ、いた。おら、捕まえな。ほら、逃げてみよう。ほら、ほら、ほら。
バカめ、逃げられないだろう。ほら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 、あ、すごい、ほら、あ、追っかける追っかける、あ、待て待て待て、お、ほらほらほら、逃げられないだろう。これ俺遊んでるよしか見えないよ。ほらほら、めっちゃ追っかけてるよ、ほら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 、あー、待て待て待て、ほらほらほら、待て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 、へいって、ほら、あーあーいなくなった。ちょっと待ってよ、ちょっと俺がきついぞこれさ。ちょっと待ってよ、どんなのあるんだっけ。これが一番いいのか、やっぱりこれでビバリン。これシャッター切ってもこれでもさ、70ミリつけてるからな、これ。あー、いなくなった。あ、あれ、はい、カモン。これちょっとシャッター切ってみようか。ああ、ゴツン言うてるぞ、ゴツン言うてるぞ、行くぞ、行くぞ。あ、ちょっとこれごめん、今シングルになってた。ごめん、ちょっと待った、ごめん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 、ちょっと待ってよ。これを連続撮影にして、ちょっとあまりにも白飛びしすぎてるから、ちょっと落とすよ。うわー、ちょっと待ってくれ。ほら、捕まえた、こい、いけー、こら、いけー。ちょっと今の見てみるね、画像保存中、画像ほど、どこ光ってんだ。あ、まだね、今光って、今何枚撮ったんだろう。ちょっと待ってね、みんなこれ酔って、ね、みんな静かだな、おい。あ、消えた。あ、ほら、すげえ、ほら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 、あ、めっちゃ撮ってる、ほら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 、すげくないこれ。ほら、これ、拡大、ほら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 、これちゃんとピント合ってるじゃん、ほら、ほら、すごくないこれ。だってさ、これ大きさこんなだよ。ソニーショップライブアット URL 省略。こっち見て、これがいいか、これがいいか、これでこうしよう。ほら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 、これ最大望遠です。ほら、これ今のぐるぐる動いてるやつを完全にオートで任せて撮ってるやつなんだけど、どう？どう、みんなどうだい、すごくないかい、すごいでしょ。ちょっとすごいって言ってほしくって。いや、でもこれマジですごくない。じゃあ、ビコン、捕らえたぞ。おお、今結構頑張ったよ。今結構早かったよ。あれ、今までだったらまず追えないよね。
これね、ピントの合うスピードがやっぱ速い。ほら、お、すげえな。ほら、ほら、ほら。ほら、ほら、すごいよこれ、ほら。お、すげえ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 。あ、面白い、面白い。ほら、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 ほら。あ、すごい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 。よくないこれ。はい。これが、まあ、ごめん、遊んでるだけのように見えるかもしれないんだけど、これがですね、6300 の、もちろん、シャッターを半押しして、録画し始める、あ、録画じゃないの、撮るぞっていう時のスピードの速さもそうなんだけど、あと一回、補足してからの、その粘りが、結構、激しい、ちゃんと、フォローしてくれるというか、ね、結構そこがね、頑張れるのがね、アルファ6000なんですよ。だからこれぐらいの、補足能力と、AF のスピードがあると、例えばその極端なシチュエーションからすれば、例えば、例えば戦闘機撮るとか、そのモータースポーツ の, その、ね、車の速いスピードを撮るとかっていうのにもちろんあるんだけど、本当身近なところで言うとね、普通に飼ってる例えば動物とかねを撮るときって多分、子供そうなんだけど、ね、これよく言うんだけど、今ねすごくいい顔してるとか、いいアングルじゃないけどいい顔の角度だって思ったときに、思ってシャッターを半押ししてピント合わせてカシャって切って、カシャって切ったときに向きが変わってるの、首の。これが大体パターンです。もうね、ものすごいね、いつも撮ろう撮ろう、撮りたいっていう表情は自分の目では確認してるけど、撮った写真はもうすでに目をつむってる、向きを変えようとしてるっていうことが多いのね。そういうことが多いんだけど、そういった時にはね、その α6300 のこの補足性能と AF のスピードの速さがあるとね、結構欲しい笑顔とか、欲しい角度の顔とかね、欲しく、なんていうの、走ってる瞬間の姿とかがすごく撮りやすいっていう能力は間違いなくあるので、これが結構ね6300 の, すごいところです。はい、ここでね、あんまし引っ張るともうすでにすでに1時だったはい、ということができるのがアルファ6300だよ。あと細かいところはね、また話をお用意しようと思うんだけど、喉が痛い。あ、戻った。ごめんね、喉が痛くね。はい、これほんの一部の性能で、本当はね、作例をちゃんと取ってきてこんなだよってやろうと思ったんだけど、昨日これ届いてきたんだけどね、昨日全く触ることができなくて、今日のねお昼ぐらいにようやく中身出してきて、ちょろっと触っただけなので、まだそんなに使えてないんだけど、これはね、これはぜひ使ってみよう。あ、これすごいぜ。あ、すげえすげえすげえ。あ、つっちゃんも取られた。これ映したいけど怒られそうだね、ここ。あ、すげえ。あ、すごい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 。あ、いいいいいい、すごいすごい俺何を言ってんだね、これはさすがに素晴らしい。これはね、胴体を撮るにはすごく
いいカメラだなと思います。あとはね、言っても別に胴体だけを撮るっていうわけじゃないんだけど、結局、まあ、これもう毎回毎回言ってるんだけど、撮りたい時の、シチュエーションが、いつも安泰とは限らないってことなんですよ、ね、例えば普通に外に遊びに行った時に子供撮ろうと思ってもやたらめったら動いて、その何て言うの、同じ場所にずっと入れないかね、アトラクションのところにいる場所とかでもさ、もう1回さ、セットコースタービューンって来たら1回しかないんですよ、ね、で例えば、まあ、メリーゴーランドでも何でもいいんだけど、ぐるぐる回ってくる回数も限られてるんですよ。その時にいかに正確に撮るかな、わーいって楽しいってやってても、ねえつっちゃん、前、ね、5N とかの頃ってね、AF のスピードがやっぱりね結構遅くってね、よし撮るぞと思ってはーって思ったりムニューンムニューンってやってる間にそれはもう通り過ぎちゃってたりとかね。でその時に例えばさ、すごい彼女がめちゃくちゃいい笑顔をしたとするよ、にっこりって笑った瞬間に今撮りたいと思ってウニューンってやってる時にさ、ね、撮った時にもうすでに別の顔になってたらショックでしょ。ね、でずっと待ってくれるんだったらいいんだけど、そうもいかないかったりすることが多いから、ね、そういうシチュエーションではね非常に強いです。で、あと、これちょっと今日はもう無理なんだけど、RX1R2を今回、ね、使ってみたんだよね、出張行ってる間で。ね、このコンパクトさはコンパクトさで魅力だねっていうのもね、ちょっと待ってか、α7R2 を結構メインで使ってるんだけど、例えばちょっと持っていこう、例えばこれ、まあ、本体だけにするね。これはね、でもみんな欲求が違うところにあるので、誰がどれが一番いいとかっていうのはみんな違うんだけど、例えばこれは α7-2 シリーズのサイズね、これで、α7 の、レンズは、FE レンズは結構でっかいんで、ちょっとトータル的にちょっと大きめになるんですよ。もうどこまで走らせてんだよ。ね、もうずっとそこちょろ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 走ってるの、そこはもう気になるっつうの。ね、結構ね、サイズ感がでかいのと重たいんで、結構カバンの中のね、体積を取るんですよ。で、まあ、これはこれで全然ありですよ、ね。で、これに比べると、これ同じじゃないか、1670だからちょっと違うんだけど、やっぱりねサイズ感が全然違うんです。重さも違うけど、だから、まあ、例えばメインがありますとか、別に α99 とかでもいいし、別に α7 でもいいんだけど、サブで持つ時の、このねまとまりのねちっちゃさはやっぱりいいね。重量もそうだけど体積もそう、カメラバッグの中に入る許容量っていうのがあって、カメラ2台目を入れる時のね、その体積的にちょっともうすげえ気が散る。もうね、その時にこのちっちゃさで持ち運べるっていうのはねすごくいい。あともう一個、例えばその物はどうなるか分かんないんだけど、例えばさ、みんなそれぞれなんだけど、例えばキャノンとかニコンのでっかいのを持ってるっていう人もいるだろうし、それでその α7 にそのマウントアダプターでレンズをつけるっていう人もいるんだけど、例えばね、 RX1R はこのサイズの中でこれで結局ね、まあ、手ブレ補正はちょっと残念ながらないんだけど、α7 のR2 と全く同じ機能を持っちゃってるんです、こんだけで。で、それこそ2個持ちで、レンズ特化引っかいもありなんだけども、1個 35mm のレンズで、これだけで使えちゃうっていう、
ね、このちっちゃさだよ。もうカバンの中ほとんどないんだよ。でこんだけでいいのかっていうぐらいの少ない体積と、このやっぱ軽い、すごいね。で、あのね、これ慣れたら楽しいのがね、もう単焦点レンズしかつかないし、もうここにね、F 値はこっちのねリングでね変えれるようになってるんですよ、ここで。でまあちょっと最初忘れがちだったんだけど、このマクロ、20センチから35センチのマクロ撮影と35センチ以上の無限遠のところの切り替えさえ慣れてしまえば、もうどこでも撮れちゃうんですよね。お高いでしょう。これ高い、まるい高い、本当に高い、本当にちょっとね、これはさすがに鼻血が出そうなぐらい高い。だけどあのね、これだけで、これ縛りで撮りに行くのはね結構楽しかった、すごく。もちろん35mm、結構みんな驚いてね、 35mm だけとか言われて言われたんだけど、結構これはね撮っててすごく楽しかった。もう絞っても撮れるし、F2 まで開けられるので結構明るく撮れるし、すごくボケを作って撮れたりもするし、さっきのね料理の撮影とかも25センチまで近づけるので、普通ね結構近づけないレンズって多いんですよ、近くに。結構ガンガン近づけて撮れるので、これはこれで楽しい。もう普通に飯テロできるし、普通にスナップで撮れるし、で、まあ、唯一使ってて不満点を言うと、やっぱりね撮影モードにしてる時のバッテリーの減りが早い。いくらこれ高容量のバッテリーって言われてるんだけど、このちっこいやつでも、でもねこれはね結構早々になくなっちゃうから、予備バッテリーは欲しいとこだね。で一応ねこの RX1R2 の中に専用充電みたいなやつか、ちっこいのが入ってて、それはダイレクトでマイクロ USB で充電できるようになってるから、そのケースとモバイルバッテリーをもし持っていれば、予備バッテリー1個さえあれば、取りながらなんていうの、サブで、充電しつつ使えるってことができるから、もし RX1R2 とかで、なんていうの、長い長時間運用したいなっていう場合は、モバイルバッテリーと予備バッテリー1個持ってれば、割とその2個でローテーションができそうな感じ。撮影モードにしてる時にめっちゃ減る、結構減るのが早いから、そこだけかな。であとはあまりにもコンパクトすぎてグリップがないんですよ、逆に言うと。6000だったらこれであるけど、グリップがないので、こういうハンドタイプのストラップをつけるか、もしくはやっぱりボディーケースが欲しいね。よくグリップ付きのボディーケースとかがあったらいいだろうなと思った。ね、これはこれで楽しいなと思って、まあ、ちょっといろいろぼちぼち撮ってるんだけど、これはいいなと思ったけどね、これで45かって思ったらね、もういい加減もう α7R2 買っていいんじゃないかなって思ったね。これはこれですごく楽しいの分かってね、ちょっとこれちょっとあとまた1週間2週間ちょっとねこれで撮ってみて遊んだりしようと思うんだけど、結構6300と RX1R2 は撮り方的にはねちょっと対極的なところにあるんだけど、ね、もう本当に性質が違うから、これはこれでね結構ね遊んでみようかなと、はい、思っています。ごめんね、まだ本当そんなに大して使えてないんだけど、もうちょっとね、このまたちょっと6300と、RX1R2 はね結構使ってみようと思ってます。今日はねとりあえず AF のスピードの速さと粘り強さだけを見てもらおうかと思って、はい、やってみました。はい、ということでですね、もういい加減戻ってきた。よし、君はここで収まってますよ、もうね。はい、ということでですね、今日はね、暑っ結構暑くなってんだ。はい、ということで、もう閻魔竹縄ですが結構いい時間になってるね。
はい、みんななんかね無反応な人が出てきてこれ絶対寝落ちしてるだろうこれ間違いなく。はい、でね、ちょっとね、これちょっとチラッとだけちょっと話をしとかないといけないので、これだけ話をしとこうと思うんだけど、ちょっとごめんね、あの Android 6.0 とワイヤレスオーディオレシーバー、ちょっと来週で。はい、あのね、ちょっとあのあと2つだけさらっと、3月26日のね、アルファカフェ体験館 in 東京っていうのをね、やるんですけど、もうあとね、もう2週間後に迫ったんですよ。で、もう、対外的にっつったらあれなんだけど、もう一応ね、締め切りました。もうちょっとマックス人数になったので、締め切りました。で、ただ唯一、ツイプラの方で、参加ではなくて、なんだっけ、あの、参加希望、なんていうんだっけ、あれ。ちょっと行けるかどうか分かんないけど、行きたいかなっていうところに、あの、知ってる人間が4、5人ほどいるんだよ、あそこに。で、その人たちは、あの、まだ多分、ギリギリまで分からないと思うので、仕事関係とか。で、あの、ギリギリでもいいので、また教えてください。それで構わないので。ね、その、今、参加表明じゃなくって、あの、行きたいっていう希望を出してる、残ってる4、5人の人たちね。で、そっちはそっちでなんだけど、多分昼だからね。で、あとね、夜のね、飲み会兼、撮影する場所が、ちょっとね、場所がちょっと変わったんですよ。場所がね、あの銀座のね、ワインホールグラマーというところになったんだけど、ちょっとね、16人以上20人以内の半個室みたいなところが取れて、人数が少なすぎるとそこから追い出される可能性があるんだよね。で、多すぎても目いっぱいになっちゃうんだけど、またほぼほぼ今16人ぐらいなんだけど、まだ参加規模出してないんだけどとか、ちょっと昼間は上がらないんだけどと思いながら、夜というか夕方、だいたい6時スタートで3時間で飲み放題で、まあ、食べるコースが決まってて、5000円かなっていうのが決まってるので、もしそっちで参加もあの行けそうだよっていう人は、ぜひ参加できるよっていうのを出してほしいな。実際に、24日ぐらいがね、期限ギリギリなんですよ。なんかその時に、曖昧で当日に突然夜行くよって言われるとちょっと悲しいので、できれば、3日ぐらい前までに参加表明を出してもらえると助かります。はい、もう迫ってるので、もうかなり楽しみです。はい、それと、あと、再来週が、そのアルファカフェ体験会なので、来週の19日を、フォトコンの日にしようと思ってます。で、フォトコンのテーマは、モノクロなので、モノクロ写真を撮もうそのダイレクト撮ってもいいし、最悪自分でその気に入ってる写真をあのモノクロに編集というかしても構わないので、自分のお気に入りのモノクロ写真を作ってください、ね、それを来週の土曜日ギリギリやめて、なるべく早く出して。ね。ギリギリ俺がほんとテンパるから。ね。なるべく早く、ね、出してください。はい。これだけは言っとく。もう来週だからね。お願いよ。はい。ということで、今日も引っ張りに引っ張ってここまで話をしたけども。はい。ということで、一旦これで終わりにしたいと思いますよ。はい。ということで、皆さん、眠いからかなり反応が少ないと思うんだけども。また来週。さよなら。